一つ目、残酷すぎる犯行をした極悪女死刑囚。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ところで霊夢は、戦後の日本で死刑判決を受けた女性17人のうち、何人くらいのことを知ってる？そうねえ、後妻寮殺人事件の筧千佐子や、婚活殺人事件の木島かなえとか、和歌山カレー事件の林真澄みたいに最近の死刑囚ならまだわかるけど、17人全員となると、ちょっとわからないわね。1945年を戦後0年と数えれば、2021年は戦後76年だからな。その間いろいろな大事件も起きているから、いくら17人とはいえ、その全てを記憶するのは無理な話だ。でも、過去の事件の中には、現代に通じるものがあるかもしれないわ。まず最初に紹介するのは、保険金目当てに6人もの人間を殺し、夫婦ともに放火殺人と詐欺罪で死刑となった。通称夕張殺人事件の犯人である、日高信子だぜ。確か、戦後初めて夫婦ともに死刑が執行されたのよね。ああ。これ以降、死刑判決を受けた夫婦には埼玉愛犬家殺人事件の風間博子と大牟田4人殺害事件の北村真美がいるが、この2組のうち、埼玉愛犬家殺人事件の夫の方は、死刑確定後に病死しているし、大牟田4人殺害事件は夫婦だけでなく、夫婦の子供2人も死刑確定となったが、未だに全員執行はされていないんだ。日高夫婦は死刑執行も同じ日だったのよね。ああ、ある意味恐ろしいまでの不祥不随だったと言えるな。戦後3人目の死刑執行を受けた女性衆日高信子は1946年炭鉱員の娘として、夕張に生まれているんだ。地元ではそこそこ名前の通ったスケバンだった信子だが、高校卒業後は一旦美容師見習いとして上京したそうだ。しかしわずか1年足らずで夕張に舞い戻り、ヤクザと結婚して子供を産んだんだが、この夫とは死別。じゃ共犯の日高安政とは再婚？ああ。一方の安政は1943年生まれで、戦後一家を挙げて夕張に移住してきたらしい。しかし実父を幼少時に失い、そこからは非行の限りを尽くして17歳の頃にはヤクザの見習いをしていたそうだ。その後結婚して子供もいたそうだが、未亡人となって水商売をしていた信子と知り合い、妻とは離婚。1972年頃にそれぞれの子供を連れて信子と再婚し、信子との間にも一人子供をもうけたそうだ。日高夫婦は、三菱大夕張炭鉱に校内員を派遣する日高工業を経営する傍らで、暴力団を立ち上げ、金貸しや水商売なども手掛けるようになっていたらしいが、肝心の安政はヘマばかりをしでかし、刑務所に出たり入ったりを繰り返していたため、実質的に会社や暴力団を切り回していたのは、妻の信子だったそうだ。まさに姉さんだったわけね。そんな矢先に起きたのが1981年の北隅夕張新炭鉱事故だったんだ。犠牲者93人を数えたこの事故で、校内員7人を派遣していた日高工業には1億3000万ほどの保険金が入ったそうだ。遺族それぞれの懲役金を差し引いても6000万ほどが残ったらしく、半年後にちょうど出所した安政を、信子は赤い新車のフォードサンダーバードに乗り込み、迎えに行ったらしい。不幸な炭鉱事故も、二人にとっては濡れ手に泡の儲け話だったわけね。二人はその金で自宅兼事務所を新築。さらに車をリンカーンコンチネンタルに乗り換えたり、競馬で1レース100万単位をかけるような大盤振る舞いを繰り返した挙句、あっという間に金が尽きてしまう。しかも、ちょうどその頃から、夕張は町ごと社用の時代を迎えようとしていたんだ。そこで二人は夕張に見切りをつけて、札幌に出て水商売でも始めることを計画するが、何せ資金がない。それで一攫千金の夢よ、もう一度と保険金殺人を計画したのね。ああ。1984年5月5日に安政の運転手の青年を口説いて、日高工業の従業員寮でのジンギスカンパーティーを開かせたんだ。連休中で翌日の仕事の心配のない従業員たちにしこたま酒を飲ませて、泥酔したところに放火。その結果、寮の住み込み従業員4人と、まかない夫の子供2人が傷死。さらに消防士1人も殉職したんだ。実行犯の青年はどうなったの？火災から逃れるため、2階から飛び降りたため両足と骨盤を骨折。病院に収容されたそうだ。しかし、保険金1億3800万を手にした日高夫婦の様子から、口封じされる危険性を察知した青年は逃亡。1984年8月16日、青森までなんとか逃げた青年は警察に実施して、すべては明るみに出た。二人は逮捕されたのね。そして1987年、一審で青年には無期懲役が、夫婦には死刑が言い渡されて、青年は控訴せず確定。日高夫婦は一旦控訴したものの、1988年に突如として控訴を取り下げたんだ。
なぜ取り下げたのかしら？食材のため？いや、当時昭和天皇の容態が良くないことが報道されていたことから、恩赦を狙ってのことだったそうだ。しかし思惑は外れて恩赦が行われなかったため、急いで控訴審の再開を申請したが却下。1997年8月1日、札幌刑務所で夫婦二人同日に死刑が執行されたんだ。日高信子は、1970年の杉村定め以来27年ぶりに死刑執行された女性死刑囚となったわけだな。戦後初めて女性として死刑が確定したのが菅野村強盗殺人放火事件の犯人の、1949年の事件発生当時34歳の主婦だった山本博子なんだ。この事件で博子は近所の老夫婦の妻を殺し、その家に火をつけ、金品を奪ったんだ。主婦ということは子供や夫もいたのに、殺人事件を起こしたということ？ああ、博子には事件当時上から8歳、7歳、4歳、1歳の4人の子がいたんだ。しかも育ち盛りの子供を4人に加えて、博子は夫も食べさせていかなくてはいけない身の上だったらしい。え、どうして夫が失業中だったとか？いや、どうやらそうではなく、単なる解消なしだったようだな。山本博子は1915年、今の兵庫県姫路市で生まれたんだが、どうやらいわゆる試着室師として生を受けたらしいんだな。博子はもともと聡明な女性だったらしく、成長すると看護師となり、職業婦人として自立した生活をした後に、見合いで夫と結婚したんだ。じゃ、見合いで結婚した夫が解消なしだったということ？当時は今よりも試着室師に対する差別が強かった時代だったせいもあって、そうした背景を持つ博子と結婚し、なおかつ婿養子にという条件では、結婚相手に対して大幅に譲歩しなくてはいけなかったんだろう。なるほどね。だけど4人の子だからに恵まれたのに、解消なしを貫いたということ？博子の夫は、生来あまり丈夫な方ではなかったそうだが、婿養子に入ったことで、それを恩に着せるようなところもあったらしく、怠け癖も相まって、ほとんど寝たり起きたりを繰り返すだけだったそうだ。必然的に一家の暮らしを支える役目は、博子一人となってしまったらしい。それでなくても戦中戦後と食料事情も厳しい中で、女で一つで子供4人と大人2人が食べていくなんて、並大抵の苦労じゃなかったでしょうね。農家の手伝いなどをして、日銭を稼いでいたらしいが、それでいられる賃金などたかが知れているしな。終戦後は農家から米や麦を預かって、神戸や明石といった都市部に運んで売りさばくという、いわゆる闇商売にも手を染めていたらしいが、飢えや苦しさに耐えかねて、預かり品である米や麦を自分たちで食べたり、売上金に手をつけたりしてしまったそうだ。うわ、気持ちはわかるけど、それって結局は自分で自分の首を絞める行為よね。ああ、当然農家に渡す売上金の弁済を迫られることになり、その分を今度は小売菓子から借りるという負のスパイラル一直線だったようだ。父親の顔を知らずに育った博子だったが、そんな博子を不憫に思い、常日頃から気にかけてくれていたのが、事件の被害者となった近所の老夫婦の主人の方だったんだ。ということは被害者とは知り合いだったのね？ああ、単なる知り合いというよりもずっと恋付き合いだったらしい。それというのも、老主人の方は、以前から博子に幾度か金を貸したりしていたそうだが、その埋め合わせというわけでもないだろうが、博子の方は当時肺結核で寝たきりになっていた老主人を、看護師経験を活かして、介護したりしていたそうなんだ。なるほどね、それで小売菓子への返済に困った博子が、借金を申し込みに行ったのね。1949年6月10日、切羽詰まった博子はせめて上の子供2人の給食代だけでもと、老夫婦の家に出向いたんだが、あいにく頼みの綱の主人は、2日前の6月8日に、夫婦喧嘩の末に、自殺未遂事件を起こして伏せっていたらしいんだ。自殺未遂？肺結核で寝たきりの人がどうしてそんなことを？被害者のことをとやかく悪くは言いたくないが、老夫婦の妻は夫が肺結核になると、感染を恐れて夫に近づかず、半ばほったらかしにしておいたような人だったらしい。ああ、だから博子が介護してくれたことに恩義を感じて、夫がお金を貸したりしてくれていたのね。だろうな、しかし結局その日、応対に出たのがその妻だったのが博子の人生の暗転の引き金となったんだ。どういうこと？懸命に頭を下げ続ける博子に向かって、その妻はそんなに金が欲しけりゃ売春でもすればいいと言い放ったそうなんだ。あちゃ、それを言っちゃ、おしまいよじゃないの。ヒロコも、一旦は引き下がる形で家に帰ったらしいが、ふんまんやる方なかったんだろう。日付の変わった1949年6月10日午前2時前後に、老夫婦宅に忍び込み、
妻の首を持参した釜で書き切ると、室内にあった金品を奪い、家に火をつけて逃亡したんだ。老主人の方はどうなったの？床に伏せていたのよね。火事に気づいて駆けつけた近所の人たちの手で救出されたそうだ。しかし、その時に家に火をつけたのは自分と言っていたらしい。どうしてそんなことを？おそらく、ヒロコの犯行だということに気づいていたんだろうな。老主人は助け出された後、自殺未遂で弱っていたこともあってほどなく亡くなったそうだ。警察は当初、老夫婦の娘の元夫の犯行と睨んでいたらしいんだが、盗んだ金をヒロコが借金返済に使用したことで、ヒロコの犯行と発覚し、事件後わずか3日後の1949年6月13日に逮捕されたんだ。盗んだお金を使用したことで足がついたということ？ケチで有名だった被害者は、手持ちのお札すべてに書き込みをしていたらしい。その後、1949年12月の一審で、ヒロコには女性として初の死刑判決が出、1951年7月最高裁で死刑が確定する。その間、被害者の冥福を祈って写経に勤しんだというヒロコの姿に世間からの同情も集まったそうだ。確かにヒロコの犯行動機は私利私欲というわけでもなく、子供たちにひもじい思いをさせたくない、だものね。さらに死刑確定後に、ヒロコは肺結核になり体力が低下。言動も尻滅裂となり始めてしまったらしい。いわゆる拘禁性精神病になり、移行正気に戻ることはなかったそうだ。その後のヒロコはどうなったの？最終的には1969年9月、女性死刑囚として初めて恩赦が適用され無期懲役刑となったんだ。この時、ヒロコは54歳となっていたんだが夫はすでに他の人と再婚。子供たちとも事件以来会えていなかったそうだ。加えて結核がさらに悪化したヒロコは、それから9年後の1978年3月に療養先で病死した。人生の大半を死刑囚として生きた女の寂しい最後ね。事件をモチーフにした映画天国の駅、ヘブンステーションが作られるなど、著名な戦後の女性死刑囚といえば、小林薫の名前を挙げる人も多いんじゃないか？確か夫と温泉経営者夫婦の計3人を殺した罪で死刑囚となった女よね？ああ。戦後初めて死刑が執行された女性としても知られているぜ。小林薫は1908年に現在の埼玉県熊谷市の農家に8人兄弟姉妹の次女として生まれたんだ。幼少期は農業の手伝いに加えて、弟妹たちの世話に追われ、ろくに学校に通うことはできなかったらしい。当時の子供としては珍しくはないにしても、大変だったでしょうね。16歳になると住み込み女中として働くために上京。22歳で5歳年上の男性と熊谷市で所帯を持ったそうだ。しかし、新婚の夫は虚弱体質で、生来淫乱とされた顔を満足させることはできなかったらしい。さらに結婚を始めた商売において、顔は天性の才能を発揮。次々にアイデアを出し、たちまち軌道に乗せていったそうだ。それじゃますます夫の影が薄くなりそうね。解消がなく、酒好きで、やきもち焼きの夫に対して、嫌気がしていた顔の前に現れたのが、当時26歳、熊谷警察の外回りとして交番勤務をしていた青年巡査だったんだ。たちまち二人は不倫関係に陥ったんだが、この関係が顔の他の浮気と違ったのは、顔の方が若い巡査にすっかり惚れ込んでしまったことだったんだ。それじゃ夫に気づかれるのも時間の問題だったんじゃないの？実は夫は金がね顔の浮気に気づいていて、戦前には男と手を切らせるために、都内や千葉県市川市などに転居したらしいが、どこに行っても、結局顔は客の男たちと関係を持ってしまう。そこで、商売さえうまく回してくれているならと多めに見ることに決めていたらしい。しかし、17歳ほど年下の巡査に入れ込んだ顔は、肝心の商売の方もおろそかになってしまう。そこで夫は、熊谷警察に警察は人妻と書院の貫通を認めるのかと抗議したらしい。いやー、それじゃ別れるしかないわよねー。しかし、ほどなく虚弱ではあったものの、病持ちというわけではなかった夫がある日病死する。周囲は薬でも盛られたのではと噂し、警察も密かに内定したものの、肝心の遺体はすでに火葬済みで、当時の科学捜査では限界があったために、立証できずに終わったらしい。巡査と顔はどうなったの？未亡人となった顔は大手を振って、巡査と同棲を始めたものの、さすがに巡査の方は警察をクビになったらしい。そこで川土地建物を売却して、以前から商売上つながりのあった栃木県塩原温泉へ転居。元巡査には車を買い与えたり、戦前は国鉄から海軍入りして大学に行けなかった男のために、法政大学の夜学に入学させてやったりしたものの、あまりに DV がひどかったために、約2年後に手切れ金を川が支払う形で別れたそうだ。C
塩原温泉に移ったカウはどうしたの？商売の才をまたまた発揮し、土産物店を皮切りに食堂も経営。実子の娘二人と養子縁組して、それぞれの店を手伝わせるなどするうちに、1956年当時で数百万の財産を作るまでになったそうだ。1956年というと、サラリーマンの平均月収が3万円くらいの時代でしょ？本当にやり手だったのね。そこでカウは源泉の権利を持たず、建築途中で放置されたままだったホテルに本格に目をつけたらしい。そのホテルに本格の経営者には妻がいたんだが、カウの色化と詳細の両方に惚れ込んだ。でもその頃カウは47、48歳にはなっていたわよね。ああ。しかし和服を色っぽく着こなしたカウは、どう見ても10歳は若く見えたらしいな。そんなカウに日本格の経営者は妻と別れるから共同経営者にならないかと持ちかけたそうだ。しかしやがて慰謝料が惜しいから妻を殺さないかと言われたカウは知り合いの男に、金と自らの肉体を報酬として1960年2月に妻を殺させ、意気揚々と日本格に乗り込む。カウって、ある意味では自分の欲望に凄まじく忠実よね。喜び遺産で自分の資金を注ぎ込み、カウは日本格の中断された工事を再開する。しかし、実はホテル日本格はその時点で何十もの抵当がついており、そのままでは競売にかけられるところだったんだ。あらら、カウの計算外のことが起きたわけね。しかも日本格の主人はその頃精神に変調をきたし始めていたんだ。そこで主人の口から妻殺しが発覚するのを恐れたカウと知人の男は、1960年の大晦日に主人も殺害。しかし狭い温泉地で夫婦が次々に失踪したことでさすがに噂になり、翌1961年2月20日に逮捕されたんだ。さらにその取り調べ中に熊谷の消印のある投書が何通も栃木県警に届く。投書？まさかカウの夫の死についての投書？まさにその通り。そして追及を受けたカウは、夫に元巡査からもらった生産借りを持ったことを告白するんだ。カウには1966年最高裁で死刑が確定、知人の男にも死刑が、そして元巡査の男には懲役10年が言い渡された。最高裁への控訴にあたり、カウが書いた上申書は満足に教育を受けられなかった彼女らしい金混じり文だったそうだ。犯した罪は凄まじいのに、一抹の哀れさを感じる女性よね。1970年6月、死刑執行に臨んで化粧をしたカウは女性刑務官の綺麗よの声に、にっこりと笑ったそうだ。次に紹介するのは1995年に発覚した須賀川6人殺し事件の首謀者、江藤幸子だぜ。被害者が6人、一体何が起こったの？福島県須賀川市で霊能祈祷師として活動していた幸子が、自宅で共同生活していた。信者に狐や蛇、猿などの霊がついていると称して暴行し次々に殺害。その後も新人次第で復活すると死体を家の中に放置していたんだ。恐ろしすぎるわ。首謀者の幸子はどういう生い立ちの女性なの？幸子は1947年福島県須賀川市生まれで、事件発覚時は47歳のバツイチ女性だったんだ。幼少時に父を亡くし、母子家庭で育った幸子は、地元の高校を卒業後に一旦は東京の会社に就職する。しかし高校時代から付き合っていた恋人は地元で就職していたため、帰郷して恋人と同じ会社に転職。遠距離に耐えられなかったのね。いつ頃結婚したの？幸子の母に大反対された二人は駆け落ち。やがて塗装業を始めた夫の仕事も、最初のうちは順調だったらしい。最初のうちは何か起きたの？仕事中にはしごから転落して腰を痛めた夫は、それを機にギャンブルにのめり込むようになったそうだ。福島の岩木競輪だけでなく、栃木の宇都宮競輪にまで足を伸ばすほどだったらしい。うわぁ、家計はどうなったの？すでに二人の娘を産んでいた幸子は、夫に代わり化粧品のセールスを始めたんだが、生来の生真面目さが功を奏して、たちまち常に表彰されるほどのトップセールスになったらしいんだが、夫はそれを見ても反省するどころか、ますますギャンブルにのめり込んだため、幸子は化粧品のセールスの合間にはラーメン店でアルバイトまでして家計を支えたそうだ。しかしついには夫の立ち上げた塗装会社は倒産し、借金は莫大な額に膨れ上がってしまう。幸子と夫は、すべての元凶は夫の痛めた腰のせいで、腰さえ治れば元のように幸せになれると思い込む。いやいや、それは違うと思うんだけど、救いを求めた二人は新興宗教に入信したんだが、ここで夫の腰痛が一時改善されたんだ。そこでますますその宗教に幸子と夫は傾倒したんだが、その後の夫の腰痛は一進一退を繰り返すのみで全開しない。さらに夫は宗教を通じて知り合った神戸の女性のところに家出してしまう。やはりクズはクズだったということなのかしら。夫を取り戻すべく再三再四にわたって福島からはるばる神戸の夫の元に通った幸子だったが、
結局は夫の心を取り戻すことはできず、その苦しみのあまり今度は別の宗教に入信してしまう。え、こっちの宗教で救われなかったから、今度はあっちというわけ？しかし新しく入信した宗教では高額のお布施を必要としたことから、早めに脱退。ついには地元須賀川で個人の霊能祈祷師、いわゆる拝み屋さんとして活動するようになったんだ。いやいやいや、そっちかい。最初のうちは悩み事や体調の不調を治す祈祷師として活動していた幸子だったが、信者を自宅に住み込ませるようになってから、次第にその狂信性を増していくんだ。家庭内や施設内みたいな密閉空間では、洗脳が容易になる傾向があるものね。しかも同時期に幸子は26歳下の自衛官の男と性的関係を結び、夫婦同然として暮らし始める。自身のことは幸子様、愛人の男も様付けで呼ばせるようになっていたそうだ。さらに些細なことで難癖をつけては狐がついているだの蛇がついているだのと言い募り、信者同士で太鼓の鉢で殴打させるようになっていき、その暴力はどんどんエスカレート。その頃には自宅に住み込む信者も増えていたということ？ああ。さらに恐ろしいのは、暴力を振るう側と振るわれる側は夫婦だったり、姉妹だったりしたことだ。自分と近い人間を痛めつけることで後戻りできなくさせていっていたのね。最終的に幸子の犠牲となったのは男性2人と女性4人の計6人だった。そして裁判は幸子の責任能力をめぐって争われたが、2008年に最高裁で死刑が確定。1997年の日高信子以来、15年ぶりの2012年に執行された女性死刑囚となった。最後に紹介するのは3人を毒殺、1人に重い後遺症を負わせた女性連続毒殺魔事件の杉村定めだ。犯行はわずか2ヶ月足らずの間に行われ、逮捕は最後の犯行の1日後だったんだぜ。3人も毒殺って、使った毒は何だったの？有機リン殺虫剤のホリドール、別名メチルパラチオンだそうだ。メチルパラチオンって確か過去に冷凍餃子からも検出されたわよね？ああ。1971年に禁止されて以降、日本では特定毒物扱いが決まっている薬だが、国によっては禁止時期が遅れたからな。杉村定めが毒殺事件を起こしたのは1960年で、日本国内でもまだ農薬として流通していた時期だったんだ。犯人の杉村定めは1911年生まれで、恋愛の末に結ばれた夫との間には一人娘をもうけていた。しかし、夫は酒好き女好きで最初のうちは外で浮気をしていたものの、結婚10年目の頃には、自宅に愛人を二人とその連れ子を引き入れてしまい、狭い家で正妻の定めとその娘、さらに、愛人二人にそれぞれの子供が一緒に暮らすという愛欲の地獄絵図のような暮らしぶりだったらしい。ひえー、まるでリアル横溝静止の世界みたいね。さすがに耐えかねた定めが離縁を申し出ると、夫は反省するどころか暴力を振るう始末。しかも定めに婦人科系の病気が見つかるなど苦労していた矢先に、なんと夫が飲酒が原因でぽっくり死んでしまう。でもそんなろくでなしだったらいない方がむしろいいんじゃないの？確かにな。その時一人娘はすでに婿養子をもらっていたから、やっと定めは娘夫婦と穏やかな暮らしを手に入れたんだ。そんな定めに愛人ができたのは定めが41歳の頃だったそうだ。相手には妻子がいたが、二人は共に暮らし始める。定めはこの男のことを本当に優しい男だったと語っているんだ。しかし男は置いてきた家族への負い目から、自分の稼ぎはすべて正妻たちに渡していたから。二人の暮らしは定めに頼るしかなかったんだ。え、でも定めにお金を稼ぐ手立てはあったの？借金に借金を重ねるような暮らしで、たちまち困窮していっていたそうだ。そこで定めは一発逆転の手段を思いつくんだ。え、それってもしかして、ああ、自分の周囲で小金を持っていそうな相手に、一服盛ることで金を奪おうとしたんだ。いやいやいや、それって最悪の選択じゃないの。定めはまず手始めに1960年11月6日、死んだ夫の母が遊びに来た時に一服盛って殺害。しかし、義母は予想に反してお金を持っておらず無駄足に終わったんだ。犯行はバレなかったの？義母は高齢だったせいか、医者は脳卒中と判断したそうだ。次に定めが狙いをつけたのは隣の家に住む、茶飲み友達の主婦だったんだ。12月14日に定めは馬肉に農薬を振りかけて、言葉巧みに主婦に食べさせたが、看病するふりをして、主婦の財布に手を伸ばしたところを、主婦の長男の嫁に見咎められて失敗。医者はまたしても脳卒中と判断したため、捕まることはなかったが、金は手に入らなかった。二人殺してバレずに済んだものの、金品は手に入らない。定めは焦ったでしょうね。12月18日、今度はしばしば定めの家に立ち寄る行商人の女性に、毒入りの鯛味噌を食べさせる。
女性は4日後に定めが殺した主婦の家で倒れるが、病院に運ばれ一命は取り留めたそうだ。一方定めはこの行商人の女性から1万3000円ほど入った財布を盗み取ることに成功したらしい。その後はどうしたの？行商人の女性が病院に運ばれたことで、ようやく毒殺事件かという疑いが浮上したんだが、そんなこととは知らない定めは1960年12月28日、別の行商人女性を毒入り納豆で殺害。しかし捜査に着手していた警察に翌12月29日に逮捕され、やがて一切の犯行を自供。1963年に最高裁で死刑が確定し、1970年9月、同年の6月に執行されていた小林薫に続いて処刑された。同年に2人の女性死刑囚が処刑されていたのね。ちなみに最後の犠牲者の女性から定めが奪えた金はわずか15円だったそうだ。二つ目、名古屋大学女学生殺人事件。この事件は2014年12月7日に、愛知県名古屋市で、名古屋大学の女子大生が、知人女性当時77歳を殺害した事件だぜ。正確に言うと、この女子大生が、過去に起こした一連の事件も全て含めた名称だな。一つの事件だけじゃなかったのね。それよりもこの事件の名称長いわね。別の呼び方はないの？そうだぜ。この女子大生、大内マリアはこの1件以外に、タリウムを飲ませたのが2件、放火関連で2件あるぜ。実際に人が亡くなったのは1件だけだが、どの事件も亡くなってもおかしくないくらいのものだったんだぜ。ちなみに、別名タリウム事件とも呼ばれているぜ。全部で5件も1人の女子大生が起こしたとは思えないわ。この大内マリアってどんな人物なの？そうだよな。でも、これが真実なんだ。じゃあまずは、女子大生大内マリアの生い立ちから紹介するぜ。大内マリアは、1995年10月5日に、研究員の父親と、政教職員の母親の娘として宮城県仙台市に生まれたんだ。父親が研究員だなんて、なんだかお金持ちそうね。おい、二つ年下の妹もいて、大内マリアが家族の中で一番信頼していたんだぜ。4人家族って、なんかいいわね。幸せそうだな。そんな幸せ家族の一人である大内マリアは、小学生時代からサイコパス、と言われることがあったんだぜ。小学生の女の子がサイコパス？一体、何をしたらそんな言われ方をするの？それは、死や殺人に関する発言が多くて、殺人犯を擁護するような発言もしていたからだな。ただ、意外とサイコパスと呼ばれる人は多くて、日本ではおよそ1200万人いるんだぜ。そうなのね。そうすると、大内マリアだけが特殊ってわけじゃないのね。だけど、いつから死に対して関心があったの？小学4年生までは、死に対して漠然とした恐怖を抱いていたんだ。ただ、未だに明らかにはなっていないけど、小学5年生になった時に、恐怖の対象であった死が興味のある対象に変わったんだぜ。何があったのか気になるわね。そうだな。しかも、小学6年生の時は、担任教師が気に食わず、嫌がらせをしていたんだ。どんな嫌がらせをしてたの？担任の給食に放散を混ぜようとしたんだぜ。混ぜようとしたって？実際は、放散を預けていた友達がなくしてしまい、代わりに、消しゴムのカスやホッチキスの芯を混入させたんだ。幸いなことに、担任教師は怪我をすることはなく、事件にはならなかったんだぜ。悪質すぎるいたずらね。中学生時代で不登校の期間があって、その時期に神戸連続児童殺傷事件を起こした。榊原生徒に熱中するようになったんだ。あの悲惨な事件ね。この時期には事件は何もなかったの？事件というか、ネットでナイフを購入していたことに対し、両親は気づいていても、思春期特有のものではないか、と、特に深く考えていなかったんだぜ。確かに、そう考えてもおかしくないわよね。あ、家族に対しては自分の気持ちって何も言ってなかったの？実は、信頼していた妹には、殺人願望があることを明かしていたんだ。そうだったのね。そこまでの信頼があるなら、きっと妹には手は出さなかったんでしょう？そんなこともないぜ。実際、妹は暴力を振るわれたり、前振りもなく、鎌やナイフを出されたり、と危険を感じていた時期もあったんだ。なんで信頼してる妹にまでそんなことするのかしら？信頼しているからこそ、だろうな。自分の感情を抑える必要がなかったんじゃないか？なるほどね。高校生になった大内マリアは、今までの見た目とは反対に男っぽい見た目になったんだ。もともと運動が得意だったこともあって、周りからはスポーティーな女の子と思われていたんだぜ。そうなのね、友達はいたの？友達はいたぜ。むしろ、クラス内ではいつも明るく人気者の立ち位置にいて、殺人の話をしても変わった子として受け入れられていたんだ。仲が良かったのね。だけど、最初に大きな事件を起こしたのって、高校生の時じゃなかったかしら？そうだぜ。
大内マリアの生い立ちはここまでにして、今からは数々の事件の詳細について紹介するぜ。もう一度言うが、大内マリアは逮捕されるまでに、5件の犯罪を起こしているんだぜ。何回聞いても信じられないわ。確かにな。中でも有名な事件は、タリウム事件と呼ばれ、高校時代に硫酸タリウムを友人に飲ませたものだ。ところで、硫酸タリウムってどんな薬品なの？劇物ってことと殺素剤に使われてることはわかるんだけど、簡単に水に溶けることができて、平均致死量は大人で約1グラムだぜ。500ミリグラムを超えると致命的で、腎臓、肝臓、脳とかに影響が出るんだ。そんなに少ない量で致死量になるものなのね。硫酸タリウムって簡単に手に入るものなの？硫酸タリウムは、法律で18歳未満への譲渡を禁止されているぜ。じゃあ、高校生の大内マリアは、どうやって手に入れたの？母親の実家のある山形県の薬局で、嘘の年齢を伝えて手に入れたんだぜ。それほどまでに薬品に対して執着していたんだな。なるほどね。そんな危険な薬品を人に飲ませて大内マリアは何がしたかったの？中毒症状の観察がしたかったと言っていたな。タリウムを飲ませた二人の同級生には、何の恨みもなかったんだ。誰でもよかったってことだな。観察だなんて。でも、どうやって飲ませたの？飲んでくれって直接頼んで飲むようなものではないよ。そうだよな。この手口も、ちゃんと考えて実行されていたんだぜ。一回目は、2012年5月27日だ。引っ越すと嘘をついてカラオケに呼び出し、硫酸タリウムを飲み物の中に混ぜて飲ませることに成功したぜ。この時の被害者はどうなったの？髪の毛が抜けたり、手足が痺れたりと症状が出たけど、原因不明と判断されたんだ。原因って簡単にはわからないものなのね。不思議だよな。2回目は、1回目の直後の5月から7月にかけて、高校内で行われたんだ。2ヶ月間も？そうだぜ、観察目的だしな。この時は教室に誰もいない状況で、飲み物に混ぜていたんだ。本当に観察をしていたのね。この時は継続的に、飲ませていたわけでしょ？前より症状はひどいの？この被害者は、6月には体調を崩していて、10月には入院したんだぜ。視力がかなり悪くなるという後遺症まで、残っているんだぜ。その後特別支援学級に転入しているしな。やっぱり継続的になると症状もひどいのね。この被害者たちは、自分の身に起きたことに対してどう思っているのかしら？1回目の被害者は元の体に戻してほしいと訴えていて、2回目の被害者は、体中の原因不明な激痛で精神的に辛かった。日常生活に支障をきたすほど障害が残っているため、許せないと書面で思いを明かしたみたいだ。まさか自分の体がこうなるなんて想像できないものね。そうだな。タリウム事件はこの2件で終わりになる。これだけでも、聞いてるのが辛いわ。だけど、別の犯罪もあったよね。そうだぜ、次は放火関連の事件を起こしているんだ。そうだったね。これも高校時代の話なの？いやこれは大内マリアが、名古屋大学に進学した後の話だぜ。1回目は、2014年8月29日から30日にかけてだ。ペットボトルを使って自作した火炎瓶を、仙台市内の住宅の縁側に置いて点火して窓ガラスを割ったんだぜ。火炎瓶って自作できるものなのね。そうだぜ。2回目は、2014年12月13日に同じ住宅の郵便受けに、火がつきやすいジエチルエーテルという薬品を流してマッチを使い火をつけたんだぜ。なんで同じ家なの？大内マリアが、知り合いの家と勘違いしてたからだな。この時は、物音に気づいた家主が水をかけて消火したから、大きな火事にはなっていないが、玄関の枠が一部焼けてしまったんだ。知り合いと勘違いされて、命が危険にさらされるなんてね。だけど、なんでそんなにも、家を燃やそうとしていたの？本当に大きな火事にならなくてよかったよ。これも、焼死体が見たかったという衝撃的な理由なんだぜ。善悪の感情よりも己の欲望が勝っていたのね。今ので4つの事件が終わったのよね。最後の事件は何？最後は、初めて死人を出してしまった事件だぜ。この事件で、大内マリアは逮捕されることになるんだぜ。ついにそんな事件を起こしてしまったのね。詳しく教えてほしいわ。これも、大内マリアが大学生の時の話だ。2014年12月7日に、当時77歳の女性を斧で数回殴り、マフラーで首を絞めるなどして殺害したんだぜ。斧？女子大生が斧で、人を殺すだなんて。でも、どうやって77歳の人と知り合ったの？近所に住んでいたとか？いや、その女性は、宗教に入っていて、その宗教の勧誘をきっかけに、大内マリアと知り合ったんだぜ。その事件当日も、宗教の集会に二人で行っていたんだ。なるほど。だけど、そんな集会所で殺害なんて、しかも、斧で殴るだなんてできないと思うわ。事件現場は、大内マリアの自宅アパートだからな。
集会が終わった昼頃に、聞きたいことがたくさんあると持ちかけて、女性を自宅アパートに入れたんだ。確かに、自分の信教している宗教の話であれば、断らないものね。そうなんだ。部屋に入れると、突然隠していた斧で女性の頭を数回殴りつけて、しかも、マフラーで首を絞めて殺害したんだぜ。女性は何か抵抗はしなかったの？抵抗ではないけど、襲われた時になぜ殺そうとするのかを聞いたんだ。なんて答えたの？人を殺してみたかったって答えたんだぜ。これもタリウム事件の時と同じで、女性に対して何か恨みがあったわけではないんだぜ。ただ、その女性が高齢だから、己の欲望を満たすために殺害したんだ。ひどすぎるわ。だけど、これで終わらないのが大内マリアなんだぜ。どういうこと？殺害した後、遺体に服を着せマフラーを首にかけた状態で、風呂場の洗い場に横たわらせたんだぜ。何をしようとしていたの？実験結果として記録を残すためにその遺体の写真を、4、5枚撮って携帯の中に保存していたんだぜ。普通の人が見たら、目を背けたくなるような光景を、わざわざ残しておいたんだ。記録のため、か。この事件で、大内マリアは逮捕されたんだったよね。どうやって逮捕に至ったの？被害女性の夫が捜索願いを出したところ、最終接触者が大内マリアだったんだ。殺害後宮城県にある実家に帰っていたんだが、2015年1月26日に警察の事情聴取を受けに、愛知県に戻ったんだぜ。1ヶ月以上も家に放置していたってこと？そうだぜ。警察と一緒に自宅アパートに入り、遺体が発見され、逮捕されたことによって、大内マリアの5つの事件は幕を閉じたんだ。全てが悲惨な事件だったわね。逮捕されたことで落ち着いてくれたらいいんだけど。じゃあ事件の詳細はこれまでにして、今から大内マリアが逮捕されてから現在までに、どんなことがあったか紹介するぜ。逮捕されてからすぐに判決って出たの？いや、そこまですぐってわけじゃないぜ。まず逮捕されてから、取り調べをするんだけど、今までの犯罪をすべて隠すことなく話しているんだ。その事件の多さや、サイコパス具合に精神鑑定が行われたんだぜ。精神鑑定って何のためにするの？精神に異常があると判断されたら、罪が軽くなる可能性があるんだぜ。しかも裁判でも有利になるんだ。そんなことがあるのね。それで、精神鑑定の結果はどうなったの？大内マリアは自閉症スペクトラム症候群と双極性障害という結果になったぜ。そうだったのね。実際に判決が下されたのは、2018年3月の話だ。つい最近の話じゃない。そうだぜ、意外と最近の話なんだ。ここでは、無期懲役の判決が下されたが、弁護士側は、精神疾患による責任能力の欠如を理由に、終身に対して不服を申し立てたんだぜ。不服を申し立てて、判決結果って変わることあるの？内容によっては変わる可能性もあるぞ。ただ、この事件に関しては変わることはなかったんだ。2019年10月の最高裁で、申し立ては棄却されて、無期懲役が確定したんだぜ。やっとこれで全てが終わったのね。ちょっとした疑問なんだけど、病名がついてからはきっと治療をしているのよね。治療の進み具合ってどんな感じなの？それが、犯行当時よりは少なくなったが、まだ殺人願望が強くあることを、繰り返し裁判で言っているんだ。仮に30年経過したとしても、仮釈放は難しいと言われてる状況だぜ。そうなのね。被害者遺族の気持ちは計り知れないわ。だけど、加害者家族もいろんな思いがあるはずよね。そうだな。裁判の時の記録があるんだけど、その中で一番心に残ったのが、私たち夫婦が育てていなければ、なんだ。育て方に正解なんて一つもないからな。確かにそうね。三つ目、平塚ご遺体事件。この事件の主人公は岡本千鶴子だ。千鶴子は1951年に青森県北津軽のとある家庭で誕生した。2022年現在は70歳超えていらっしゃるのね。そうだな。千鶴子は4歳まで、両親のもとですくすくと育ったんだ。4歳までってことは、そうだ。1955年、千鶴子が4歳で父親が亡くなり、母子家庭となる。今はシングルマザーって珍しくもなんともないけど、当時でシングルマザーってとても大変だったんじゃない？いや、ほどなくして、千鶴子の母親は新しい男性と再婚した。そう。まあ、この時代で女性が一人で生きていくだけでも大変なのに、子連れとなるとね。そうだよな。しのごの言っていられなかったと思うぞ。よかった、これでまた平和な日々が訪れたのかしら？一時的にはな。1961年、千鶴子が10歳で、両親は離婚する。そうだったの。また生活もろもろが大変になってしまうんじゃない？そのせいか、1967年に千鶴子は中学を卒業するが、すぐに北海道にて就職したんだ。
それがいいわね。就職するまでに一人前となっていたならよかったわね。まあな。15歳まではすくすく育ったんだもんな。しかしここからが、千鶴子の波乱万丈な人生の幕開けとなるんだぜ。え、波乱万丈って、どういうこと？千鶴子は就職したものの長続きせず、1968年に実家に戻るんだ。合わない仕事だったのかしらね。2年後の1970年、千鶴子が19歳の時、結婚斡旋業者の仲介で、北海道奥尻島の男性と結婚した。このタイミングで、千鶴子は北海道奥尻島に移住したんだ。家庭に入ったのね、よかったじゃない。ああ。幸せをつかんだ千鶴子は子宝にも恵まれた。しかし、実際は苦しい生活を余儀なくされたんだ。え、何があったの？千鶴子の夫は人付き合いが苦手で、定職につけなかったんだ。要するに仕事が全然長続きしない人だったんだな。そうなると、生活はあっという間に困窮しちゃうわね。その通りさ。子供がいるのに仕事が一向に続かない夫に対して、千鶴子はかなりのストレスを抱えるんだぜ。そりゃそうでしょ、生きていかないといけないのに。そうだよな。さらに千鶴子は夫の親族との折り合いも悪かった。結局、千鶴子は夫にここでは子供を育てられない、と言い残し、奥尻島を出て行ったんだ。それが賢明かもしれないわね。千鶴子と子供の二人暮らしが始まったのね。それが、千鶴子は我が子を置いて行ったんだぜ。え、大切な我が子を奥尻島に置いて行ったの？ああ、まあそれだけ困窮していて、千鶴子一人で生活する目処も立っていなかったのかもしれないがな。我が子を置いていくだなんて、団長の思いだったでしょうね。1975年、千鶴子24歳の時、神奈川県の湘南へと向かうんだ。そして同じ神奈川県の秦野市内のキャバレーで働き始めた。千鶴子はなんと、人気ナンバーワンのホステスになるんだぜ。すごいホステスに適性があったのね。何人ものお客が千鶴子に夢中になったが、その中で山内俊夫さんという男性も、千鶴子の虜となった。その山内さんってどんな男性だったの？山内さんは神奈川県平塚市宮松町にて母親と蕎麦屋を経営していた。とても仕事熱心で、蕎麦屋の業績も良好だったんだぜ。あら、良きご縁になると良いわね。ところが、当時山内さんには家庭があったんだ。え、不倫、不倫はダメ、絶対。そうだよな。ダメ、絶対だよな。しかし千鶴子と山内さんは猛烈に惹かれ合っていくんだぜ。千鶴子にとって、山内さんが既婚者であることは全く関係なかったんだ。悪女そのものじゃない。本当だよな、驚くことに。千鶴子は山内さんの家庭にずかずかと上がり、山内さんの妻を追い出したんだ。え、これ以上の悪女エピソードってある？ズーズーシーにも程があるわ。それだけじゃない。家庭には山内さんの息子の山内峰弘さんもいた。ゼック。突然父親の愛人が家に入ってきて、自分の母親と自分を追い出そうとしてきたのよね。そういうことになるな。それだけじゃないぞ。1978年、千鶴子と山内さんの妻がどちらも妊娠するんだ。え、どういうこと？千鶴子も大概だけど、山内さんもダメ男じゃない。そうだよな。山内家はもはやめちゃくちゃだったんだ。妻と愛人が同じ年に妊娠するだなんて、不潔だわ。山内さんの妻もそう思ったんだろうな。妻はついに離婚を決意する。やっと、遅いわよ。もっと早くこんな異常空間から脱出すればよかったのに。まあ、息子の峰弘さんもいたからな。なかなか離婚に踏み切れなかったのかもしれないよな。こうして千鶴子は山内さんと妻を離婚させることに成功したわけだ。ってことは、千鶴子は正式に山内さんと結婚したの？いや、あくまでも内縁関係を続けたみたいだぜ。何か、そういうところでも千鶴子の性悪さを感じちゃうわね。そして千鶴子は山内さんとの間の子供を出産した。男の子で俊秀くんと名付けた。一つの家庭を破壊して、自分の家庭を作り始めたのね、子は。この千鶴子はかなりヤバい女だったんだぜ。今さら言わなくても、もう十分ヤバい女だってわかってるわよ。ヤバいエピソードはまだまだあるぞ。千鶴子は自分の立場を良くするために、平気でたくさんの嘘をつくんだぜ。まあ、そうでしょうね。性悪女だし。例えば、自分がお金を借りた立場なのに、貸したと言い張ったり。ズーズーしいわね。人にしてもらったことを、あたかも自分がしてあげたかのように周囲と吹聴するんだ。最低虚言癖なの？虚言癖というよりは、相当したたかなんだろうな。霊夢の言う通り、性悪女って言葉がぴったりだな。こうして山内さんを離婚させた千鶴子は、自分自身もキャバレーを辞め、山内さんが経営していた蕎麦屋で働き始めた。完全に妻の立場を乗っ取ったってわけね。そうだ。山内家に溶け込んでいったんだ。まあ、
そのくらい性ある女の千鶴子にはたやすかったでしょうね。そうだろうな。しかしここである事件が起きる。1984年12月28日、千鶴子の息子である俊秀くんが行方不明となる。え、誘拐？この時点ではわからないが、とにかく警察は捜索したんだ。そりゃそうよね。まだ俊秀くん、小さかったんじゃない？ 8 歳だった。母親の千鶴子の話では、家の裏の車庫でサッカーボールを蹴っているうちにいなくなったとのことだ。いくら千鶴子が性悪であったとしても、我が子がいなくなったとなると反響欄よね。そうだよな。千鶴子はテレビにも出演し、お願いだから息子を返して、と誘拐犯に向けて懇願するような呼びかけをしている。そりゃそうよ、俊秀くんは見つかったの？いや、見つからない。千鶴子は北朝鮮に拉致されたと可能性を主張するが、何より証拠がない。そうよね。見つからないとなると本当に親にとっては辛い日々となるわね。こうして俊秀くんは失踪してしまった。その翌年の1985年、長女の理香子さんが誕生した。山内さんと前妻の子である峰弘さんは父親と会うために、たびたび山内家を訪れていたんだ。複雑な家庭とはいえ、峰弘さんにとってはかけがえのない父親がいる家ですもんね。そうだよな。それに子供目線だと、そこまで憎しみも湧かないかもしれないしな。こればかりは当人たちしかわかり得ない感情ですものね。その通りだな。そして峰弘さんは、異母兄弟にあたる理香子の面倒もよく見たんだ。歳が離れている分、可愛かったでしょうね。そうだな。特に妹だもんな。可愛さもひとしおだったと思うぜ。峰弘さんと理香子は大きくなっても仲良し兄弟となり、よく理香子は自分の悩みを峰弘さんに相談していたらしい。頼りがいのある年の離れたお兄さんって、心強いわよね。そうだな。ところが、山内家は危機を迎える。え、なに？山内さんが経営する蕎麦屋の経営が悪化したんだ。え？最初は業績良好だったのにね。商売って難しいんだろうな。結局1997年に蕎麦屋の経営権を知人に売り、家も手放すに至ったんだ。そっか。一家の大黒柱だった蕎麦屋がなくなっちゃったのね。山内さんは酒に溺れ、さらに持病の喘息が悪化し、あっという間に亡くなってしまったんだ。え、よほど蕎麦屋を失ったことが耐えたのね。そうだよな。蕎麦屋は自分の分身だったろうからな。で、残された千鶴子と理香子はどうなったの？二人で生きていかないと。とりあえず 2DK のマンションで二人暮らしを始めた。しかし貯金は減る一方だった。そりゃ収入がなければ貯金を切り崩すしかないものね。千鶴子は近隣住民に再三借金をお願いしたんだ。しかしそれもすぐ断られる。当然よね。赤の他人にそんなに連続して貸せないわよ。青森で生活保護を受けながら生活していた実の母親にも無心するんだ。もはやなりふり構わずだったのね。結局家賃を滞納し続けてしまい、山内さん死去から8年後の2005年2月に立ち退きが執行された。まあ、家賃が払えないのならば仕方ないわよね。どこか行く当てはあったのかしら？まあ聞け。なんと立ち退きの日、峰弘さんが千鶴子と理香子の前に現れたんだ。え、なんで峰弘さんが二人を迎えに来たってこと？そうだ。峰弘さんは神奈川県平塚市のアパートにて一人暮らしをしていたんだ。そこに住まわせてあげるってこと？そうだ。峰弘さんと千鶴子と理香子の三人暮らしが始まったんだ。これまた修羅場の予感しかしないんだけど。予感的中毎度のことながら、霊夢は勘がいいな。いや、毎度のことだけど、この流れは修羅場フラグでしょ。どんな修羅場だったの？2006年5月1日、立ち退きから1年3ヶ月後、峰弘さんの母親すなわち山内さんの元妻が峰弘さんのアパートに訪ねてきたんだ。え、すでに修羅場の予感。だって、自分を離婚に追いやった憎い千鶴子も一緒に住んでいるんだもの。しかし、事態はもっと衝撃的だったんだぜ。聞くのが怖い。元妻が玄関の扉を開けると、中で峰弘さんが自決していたんだ。え、自決って、さらに和室の布団には倒れ込んだまま亡くなっている理香子の遺体があった。理香子まで亡くなっていたのね。それだけじゃない。室内には冷たくなった乳幼児3人の遺体が放置されていた。元妻はとにかく警察へ通報した。まさに地獄絵図じゃない。警察の調べによると、亡くなっていた峰弘さんのすぐそばに遺書のようなメモがあった。そこには死にたい、一緒にさせてとの内容が書かれていた。峰弘さんの無理心中だったのかしら？一見そう見えるよな。しかし、部屋からまた別のメモが見つかったんだ。千鶴子が書いたとみられるメモで、そこには娘を殺したという趣旨の内容が書かれていた。え、千鶴子が理香子を殺したってこと？
そのようだ。2006年5月3日、千鶴子は警察に逮捕された。理香子を殺しただけじゃない。部屋に放置された乳幼児3人の遺体があったろ？ああ、誰なの？親戚のことか？それとも理香子の子？違う。DNA 鑑定の結果、3人ともすべて千鶴子の子供だった。え、驚くのはまだ早いぞ。その乳幼児3人のうちの1人は失踪した俊秀くんだったんだ。え、確か千鶴子はテレビにまで出演したのよね？北朝鮮による拉致説も吹聴して回っていたがな。実際は失踪でも何でもなかったわけだ。千鶴子が殺していたってこと？まあそうなるよな。しかし動機が不明なんだ。2006年5月23日、千鶴子は起訴された。8月21日に初公判を迎える。亡くなった子供たちのためにも、ちゃんと真実を話して罪を償わなきゃ。それが正常な判断だがな。千鶴子は関与を全面否定した。私は殺していませんの一点張りだったのさ。え、だって娘を殺したって千鶴子のメモがアパート内にあったんでしょ？しかし全然違う供述を始めたんだ。峰広が理香子に乱暴し、そのまま殺してしまった。責任を取って、峰広は自決した。これが千鶴子の話した真実だ。それは本当なの？いや、これは千鶴子の狂言だ。峰広にはアリバイがあったんだ。理香子が亡くなったと思われる時間帯、峰広は仕事に出ていた。そうなるとやはり千鶴子が怪しいわよね。そうなんだ。しかし峰広にアリバイがあるとなると、千鶴子は意味不明な供述を始めるんだ。私は警察を信用していない。警察を信じていないから、殺人の罪を償うつもりはないなど。何それ？本当に意味不明だわ。どんなロジックなの？自分勝手としか言いようがないよな。それだけじゃない。俊秀が失踪した時から警察を信じていないと騒いだ。俊秀くんの失踪も、千鶴子の狂言でしょ？結果的にな。しかし千鶴子は、警察は俊秀をきちんと捜索してくれなかったとイチャモンをつけ始めた。警察は俊秀くんを捜索したのよね？もちろんさ、8歳の子が失踪したんだ。捜索するに決まっているさ。しかし千鶴子は自分がキャバレーの女ってだけで判断された。などと騒ぎ立てた。ひどい被害妄想ね。結局動機は解明できず、裁判は進む。しかし事件の全容が理香子の SNS により明らかになっていくんだ。SNS が残っていたのね。そうだ。そこには母親である千鶴子への不満が書き連ねられていた。具体的には、自分は監禁状態である、自由が欲しい。親にも自分にもうんざりしている、などといったネガティブな内容だった。そっか。母と娘の関係がかなりこじれていたのね。それだけでない。峰広さんの遺書にも衝撃的な内容が書かれていた。聞くのが怖いけど、遺書には、峰広と千鶴子、そして峰広と理香子のそれぞれが関係を持っていたとあった。え、何それ、三角関係だったの？まあ、そうなるな。しかも取り合った男性は、娘の異母兄弟っていう。単純に気持ち悪い。それしか言葉が出ないわ。ごもっともだな。ちょっと理解に超えるよ。この辺の内容、動機に直結すると思うんだけど。そう、霊夢の言う通りさ。しかし、かたくなに千鶴子は口を割らない。この事件、千鶴子以外の登場人物がみんな亡くなっているのだから、千鶴子は話す義務があるわよね。そうだよな。死人に口なし状態になってるんだ。死者の無念を晴らすためにも、最後くらい正直に話せないものかしらね。まあ、嘘に嘘を重ねてきた女だからな。結局千鶴子は動機や殺害について言及せずに、懲役12年が確定している。これだけ周囲の人が亡くなって、たったの12年か。ぼちぼち出所している頃かもな。罪を償ったにせよ、なんだか複雑ね。四つ目、イルゼコッコ事件。まずはイルゼコッコの死の死因から振り返るとしよう。イルゼコッコが死んだのは1967年9月1日、つまり1945年5月のドイツ敗戦から22年後のことだ。当時イルゼコッコはドイツのバイエルンの女性専用刑務所に収監されていたんだ。刑期は終身刑で、生きて釈放される望みはなかった。当時彼女は何歳だったの？イルゼコッコは1906年9月22日生まれだから、当時満60歳で、あと1ヶ月足らずで61歳になるところだったんだ。その日、イルゼはウィーン名物の肉料理シュニッツェルとサラダを食べて、息子に最後の手紙を書き、ベッドのシーツで首を吊ったんだ。死因は自殺だったの？ああ、イルマ・グレーゼやマリア・マンデルといった他のナチスの女監視たちのように処刑されたわけではなかった。それではイルゼ・コッコがなぜ、60歳にして自死を選ばなければならないような人生を歩んだかをたどっていこう。さっきも述べたように、イルゼ・コッコは1906年9月22日、ドイツのドレスデンで生まれている。ドレスデンどんな街なの？
ドレスデンはチェコとの国境に近い場所にある町で、古い町並みが美しいことなんだぜ。イルゼコッコはそのドレスデンの町で地元の工場で働く職人の三女として生まれたそうだ。やがて地元の会計学校へと進学したんだが、なかなか勤勉な学生だったらしい。優秀だったのね。しかもなかなかチャーミングだったイルゼは、男子生徒からの人気も高く持てたそうだ。さらに常に自分は他人より優れていると考えるタイプの女性だったらしい。今で言えばマウンティング系女子というところね。まあな、しかしそういう思考の持ち主が後に夫となるカール・コッコのような野心家と結びつくと、暴走に歯止めは全く効かなくなるんだ。イルゼ・コッコがナチス党員になったのはいつ頃の話なの？そもそもイルゼ・コッコが簿記係として働き始めた頃のドイツは、第一次大戦の敗戦で受けた経済的な打撃から回復途上で、国民の間では苦く続く困窮に対して、不平不満が高まる一方となっていたんだ。そうした不満の受け皿として台頭したのがヒットラー率いるナチスだったのね。そうだ、そして1932年、イルゼ・コッコが26歳の時に、彼女はナチスに入党し書記として働き始める。そしてベルリン近郊のザクセンハウゼン強制収容所で働いている時に、夫となるカール・コッコと出会ったんだ。イルゼ・コッコの夫となったカール・コッコは、1897年生まれでイルゼ・コッコより9歳年上だった。カールは母親が34歳、公務員だった父親が57歳の時に生まれた子供で、生まれた時には婚外子だったそうだ。生まれた時？その後は？カールが生まれて2ヶ月後に両親は結婚したそうだが、父親はカールが8歳の時に65歳で亡くなったそうだ。カールはあまり勉学に熱心な子供ではなかったそうで、義務教育を終えるとすぐメッセンジャーボーイの職に就いたらしい。メッセンジャーボーイは、新聞社、デパートなどで手紙や品物などを届ける係の少年や男性のことだぜ。その後17歳になると陸軍に志願入隊したものの、母親がこれを聞きつけて、一旦は入隊取り消しになったそうだ。しかしとうとうカール・コッコが19歳になった1916年に、入隊し、激戦の西部戦線で従軍する。西部戦線無事に帰還できたの？イギリス軍の捕虜になったが、戦後の1919年に解放されてドイツに無事帰還しているぜ。その際、勲章を受章し銀行員となったカールは1924年、27歳で最初の結婚をしている。そこまでは順風満帆という感じだけど？いや、実は1930年にカールは横領と偽造の罪で実刑判決を受けているんだ。それを受けて、結婚生活は破綻、さらに銀行も倒産してしまう。悪いことが連鎖して起きたのね。ああ、しかしカールはすぐにナチスに入党し、いわゆる SS 親衛隊入りを果たしたんだ。そして1934年ザクセンブルクの強制収容所で働いている時に後に妻となるイルゼ・コッコと出会ったそうだ。出会った時、カール・コッコは37歳の子持ちで、イルゼ・コッコは28歳でカールの秘書を務めていた。そして出会いから2年後の1936年に彼らは結婚、翌1937年にカールが所長を務めていたブーヘンバルト強制収容所に着任する。ここでコッコ夫妻を語る上で欠かせない、ブーヘンバルト強制収容所について紹介しておこう。ブーヘンバルト強制収容所は現在のワイマール郊外にあった強制収容所の一つなんだ。ちなみにこのワイマールは戦前のドイツ国の憲法であるワイマール憲法が制定された町で、カール・ツァイスの名で知られる光学機器製造会社の創始者であるカール・フリードリヒ・ツァイスの出身地でもあるんだぜ。またしてもカール、本当にドイツ人にはカールという名前の人が多いわ。ははは、ちょっと脱線したがブーヘンバルト強制収容所は1945年にアメリカ軍によって解放されるまでに、おおよそ23万人余りの囚人を収容し、その5分の1に当たる5万5000人以上の人々が死んだとされている。当初ナチスによって、この強制収容所が建設された目的はこの地域で産出する粘土原材料として、大量のレンガを囚人に作らせることにあったんだ。レンガ？ああ、その頃のナチスは、ヒトラーが立てた4カ年計画に基づき、外国との戦争に備えて、自給自足率の向上が急務だったんだが、工場を建設するにしても、橋や道路を整備するにしてもレンガが欠かせなかったんだ。なるほど、それで囚人を動員して大量生産を図ったわけね。そういうわけだ。しかしアメリカ軍が解放した時には、所内には腐乱した死体や痩せこけた裸の男女の死体が山積みされ、生き残った人たちも骨と皮だけで餓死寸前のありさまだったらしい。なんてひどい。そのブーヘンバルトの初代所長がカール・コッコ、そして後にブーヘンバルトの魔女ブーヘンバルトのメス犬と呼ばれたのが妻のイルゼ・コッコだったんだ。イルゼ・コッコの残忍なイメージの陰に隠れがちだが、夫のカールもそのサディスティックさではイルゼと双璧と言っても良いぐらいなんだ。
例えばカールが好んだ、囚人相手の拷問はカミソリの刃を埋め込んだ鞭で囚人を叩くといったものだったらしい。ひ、それは刑罰じゃないわね。まさしく拷問だわ。しかもカール・コッホには男性に対して性的欲望を抱く傾向があったらしく、実はイルゼとは不仲だったそうだ。実際、ブーヘンバルトに赴任していた間に、彼ら夫婦には3人の子供が生まれているんだが、イルゼはブーヘンバルトにいた間、囚人相手や他の SS 親衛隊所属のナチス高官たちと浮気をしていたので、本当にカール・コッホの子供であったのかどうかを疑う人も少なくないらしい。複雑怪奇な夫婦生活ね。カールと結婚し、ブーヘンバルト強制収容所へ所長夫人として赴いたイルゼは、夫の命により女性監視として最高位の立場を獲得。ここから後にブーヘンバルトの魔女、メス犬と呼ばれる本領を発揮し始めるんだ。例えば、囚人に歯ブラシで小道の石畳を掃除させて、決められた時間に終わらないと容赦なく鞭打ったり、馬に乗って収容所を見回り、目についた囚人を馬上から鞭打つなどは日常茶飯事だったらしい。本当に旦那といい勝負のクズっぷりね。さらにイルゼがメス犬と称された理由の一つが、性的虐待の数々だったんだ。イルゼは魅力的なルックスの囚人を選ぶと、自分の意に沿うように仕向け、逆らえば虐待したそうだ。かつては高い地位にいた囚人には、わざと屈辱を与え、体を傷つけ、さらに侮辱して、心身ともに痛めつけることで、快楽を得ていたとも言われている。悪魔の所業そのものよ。さらにイルゼは収容所内の幹部の宿舎で、大きな牧羊犬を飼っていたそうなんだが、飢えや過酷な労働で痩せ細った囚人に犬をけしかけて笑っていたそうだ。その対象は妊娠中の女性や抵抗することもできない人も含まれたんだ。またイルゼは家庭的な女性とは言えず宿舎での家事全般も囚人にさせていたそうなんだが、そんな時必ずイルゼは身体にぴったりと張り付くような露出度の高い服を好んできていたらしい。なんでそんなことを。それを目にした囚人たちが目のやり場に困るのを楽しんだり、挙句自分を汚らわしい目つきで見たと難癖をつけ、処罰を与えて危機としていたらしいからな。本当にクズ、悪魔ね。さらにイルゼ・コッホを有名にしたエピソードの一つが入れ墨狩りだ。入れ墨狩り？ああ、さっきも紹介した通り、イルゼは収容所内を自由に闊歩することができたんだが、その途中で人目を引く入れ墨をした囚人を見つけると、その囚人を処刑させて皮膚を剥ぎ、その皮膚をなめし側にして、ランプシェードやアルバム、手帳の表紙などに加工させていたというんだ。ちょっと待って、そんなの人間の所業じゃないわ。さらにイルゼは所内の SS 親衛隊の高官と半ば公然と浮気し、乱交パーティのようなみだらな楽しみを追求することが好きだったとされている。実際、イルゼの夫であるカール・コッホは所長の地位にある時に梅毒にかかったが、その原因を追求されることを恐れて、治療に当たった囚人医師を逃走しようとしたとして射殺している。さらにイルゼは自分の余暇のためだけに、強制収容所内にスポーツ施設を建設し、その費用は囚人たちから取り立てたそうだ。やりたい放題の無法地帯、囚人たちにとってはまさに生き地獄だったのね。しかしそんなコッホ夫妻に、1943年8月、青天の霹靂とでも言うべき事態が訪れる。1943年敗戦というわけではないわね。ああ、実はカール・コッホと妻イルゼのあまりに贅沢な暮らしぶりに、ナチス幹部から疑いの目を向けられていたらしい。そして十分証拠が集まったとされた時点で汚職や囚人の殺人などで逮捕されたんだ。裁判はどうなったの？カールの梅毒の治療に当たった囚人医師は、コッホの横領についても知り得る立場にあった。だから彼らが逃走を図ったためにやむなく射殺した、というのは嘘で、計画的殺人だとみなされたんだ。さらに SS 親衛隊の犯罪行為を監視していた判事のモルゲンはコッホ夫妻の銀行口座を凍結し、金の流れを精査した。その結果、夫妻の住宅から大量の囚人の金歯や囚人から取り上げたであろう宝石や貴金属が見つかった。これらの証拠をもとにイルゼの浮気相手の SS 親衛隊の証拠たちともども裁判にかけられた。実はこの裁判中、SS 親衛隊の証拠の妻などたくさんの証人たちが謎の中毒症状を起こし、死亡者も出たんだ。それって毒殺じゃないの？もちろんその疑いは濃厚だったが、検視までしても、ついに証拠は出なかったそうだ。怖い、ほんと怖い人たちだわ。16ヶ月もの長き予審裁判を経て、最終的にカール・コッホには窃盗や詐欺、横領などにより、2回分に相当する死刑判決が下された。一方でイルゼは証拠不十分で無罪となり釈放、カールは1945年4月5日に銃殺刑となったんだ。
夫の処刑後に釈放されたイルゼは自分の子供たち二人と一緒にルートヴィヒスブルクへと転居した。しかしイルゼの態度は大して改まりもせず、子供たちの面倒は家政婦や親戚任せで、酒に溺れ、未亡人とも思えないような乱れた生活を見かねた周囲は親権を取り上げようとしたそうだ。そりゃそうでしょうね。そして1945年6月、イルゼは戦争犯罪の容疑者としてアメリカ軍に逮捕される。イルゼ国庫は強制収容所内での囚人に対する虐待や殺人行為については否定したが、連合国軍側の証人は、死体の皮膚からランプシェードや手帳カバーなどを彼女のために作らされたと証言した。しかし、その裁判の最中に衝撃的なことが判明する。衝撃的なことって？なんと当時41歳のイルゼが妊娠していることがわかったんだ。何しろ彼女は拘束されてから連合軍の尋問官その多くはユダヤ人を除いて男性と接触していなかったからな。しかしこの妊娠はイルゼにとって有利に働く。有利？結局イルゼには終身刑が下されたんだが、同時に連合国軍に裁かれた30人中22人までが死刑になったことを考えると、妊婦であることがイルゼの命を救ったとも言われているんだ。しかし、イルゼは死刑を免れて幸運とは考えなかったようだ。はぁ、厚かましいわねぇ。1947年10月に息子ウベを産むと上訴、そして終身刑判決から2年後に懲役4年の実刑判決に減刑されたんだ。4年終身刑がたった4年ってどういうこと？この逆転減刑を命じたアメリカ軍の上級将校で、ドイツ暫定軍事知事のグレイはその理由を、イルゼは確かに非常に嫌な人間だったが、彼女を終身刑にする主な原因となったランプシェードなどについては、入れ墨の皮を確保するために、受刑者を選んで殺したという説得力のある証拠はなかったとしたんだ。え、どういうことなの？ここで問題となるのが、敗戦前にイルゼがカールと一緒に裁かれた裁判に提出された証拠なんだ。実はあの裁判の時に、すでにランプシェードなどの話は出ていたんだが、その時の調査で実はヤギ革で作られていたと結論付けられていたんだ。その証拠が採用されイルゼは減刑された。しかし、今度はドイツ国内の世論が彼女を許さなかったんだ。1949年、戦争犯罪刑務所からの釈放と同時にイルゼは拘束され、今度は殺人罪で裁かれることとなる。そして1951年に殺人、殺人未遂などにより終身刑を言い渡されたんだ。実はこの裁判では250人以上の証人が尋問され、そのうちの4人は前回否定されたランプシェードやブックカバーについて、ランプの足部分は人間の足の骨から作られたなどとより詳細に証言しているんだ。皮膚だけじゃなかったの？しかしこのランプシェードなどについての容疑は、今回も物的証拠に欠けるということで却下されているんだ。その後、1952年にイルゼが提出した控訴が棄却され、すべての恩赦の請願も却下される。こうしてイルゼは、ナチスの戦争犯罪に関与した女性として唯一ドイツ連邦共和国下で終身刑になったんだ。他の女性たちは？有名どころで言えば、同じく強制収容所の女看守だったイルマ・グレイゼや囚人の管理係をしていたマリア・マンデルは公死刑になっているから、イルゼ国庫の終身刑が重すぎるとは言えないだろう。しかしイルゼ本人はあくまでも判決に対して不服であり、最終的に国際連合人権委員会に訴えたが、こちらも無駄足になった。しかしこの頃、イルゼは1947年後半前の拘禁されている時に獄中で産んだ4人目の子供と再会している。あのウベと？そうだ。出産後すぐに母イルゼから引き離されたウベは長らく実の母のことを知らなかったらしい。しかし19歳になった1966年頃に母イルゼの存在を知り、以降たびたび収容されていた女子刑務所に面会に訪れたそうだ。やっぱり海の母が恋しかったのかしら？二人の交流はイルゼが独房で自殺するまで続いたそうだ。ちなみにイルゼが産んだ他の三人の子供だが、1938年生まれの長男は1967年、イルゼの自死の前に両親の罪に耐えかねて自殺している。長女は戦後行方知れずとなっているが、悪評高い両親を持ち、ひっそりと暮らす以外なかっただろうな。次男は出生後すぐに亡くなっているので、その後の浮き目は知らずに済んだとも言えるだろう。ところでイルゼは死を前に息子ウベ宛ての遺書を残していたそうだ。そこには死だけが私を救ってくれると書かれていたらしい。実は晩年のイルゼは精神に異常をきたすようになっていたらしく、中でも強制収容所の生き残りの囚人たちが、自分の体の内部から自分を壊そうとしているという幻想に苦しめられたらしい。なんだか哀れな気もしてくるわね。イルゼの自死は、食材というよりも、そうした自分の心身の苦しみからの逃避だったんだろうな。イルゼが亡くなった後、遺児となったウベは1971年に母イルゼの真実を明らかにしようとした。真実？ああ、実は悪名高い囚人の皮膚を利用して作られたランプシェードは誰もその存在をきちんと確認していないんだ。
え、どういうこと？その他のブーヘンバルト強制収容所にまつわる遺物、例えば囚人の内臓を樹脂で固めて作った標本や星首などの存在が知られているが、この星首は実はドイツの博物館で展示されていたものらしいんだ。なんでそんなものが強制収容所の所要の証拠とされたの？今となっては経緯はわからないらしいぜ。同様にイルゼコッコが作らせたとされている囚人の皮膚から作った手帳カバーやランプシェードなども、戦後すぐの収容所の捜索の折に撮影された写真にはそれらしきものが写っているものの、裁判の途中で行方不明になっていて、今ではその所在が明らかではないんだ。そうしたことから息子ウベは母イルゼが無実だったとも、世間で信じられているように残虐非道な女性だったとも確信が持てず、真実が明らかになることを求めている、とニューヨークタイムズのインタビューで訴えたんだ。確かにそう願うのも無理のないことかもしれないわね。実はハリケーンカトリーナにアメリカ南部が大きな被害を受けた後に、ガレージセールで、この時のものとされるランプシェードが売りに出されるという事態が発生したことがある。それをナチスの遺物を追い求めていたユダヤ人作家が手に入れて、検証したんだが、当初は人間のものではないかという結果が出たものの、最終的な DNA 鑑定では人間ではなく硫化和製という結果が出たそうだ。それじゃ、今でも確認されていないの？しかし2020年にはポーランドの骨董市で人間の皮膚の使われた写真アルバムが見つかり、その後、ブーヘンバルト強制収容所で作られたものと推定されたというニュースも一部では報道されたんだ。一体どういうこと？しかし、イルゼの生涯における3回の裁判全てで証人として出廷したドイツ人のコンラッド・モルゲン博士は後のインタビューでこう述べたとされている。イルゼは無実の天使ではなかったが、皮膚でランプシェードを作ったなどということに関しては、彼女は預かり知らぬことだったと思う。ある意味彼女は大衆の求めるイルゼ像に、はめ込まれてしまった犠牲者だったかもしれないと。ということは、真実は歴史の向こうに消えていってしまうのかしら。5つ目、大宮看護婦バラバラ殺人事件。この事件の犯人である金田智子は、1977年11月17日に埼玉県越谷で生まれたぜ。金田は生まれて間もなく養子に出されたが、家庭環境は悪くなく順調に成長したんだ。中学と高校では吹奏楽部に所属し、高校を卒業した金田は、実家から通学できる大宮赤十字病院看護専門学校に進学したんだが、専門学校で今回の事件の被害者 Y さんと親しくなっていくんだ。金田と Y さんは二人で映画を見に行ったり、カラオケに行ったりと本当に仲が良くて、Y さんのことを一番の友達だと言っていたぜ。被害者とはそんなに仲が良かったのね。お互い何でも話せる間柄で国家試験の勉強も一緒にしていたそうだ。金田は1999年に看護師の国家試験に合格して、3月に学校を卒業すると、大宮赤十字病院に就職して、中央手術室に勤務するようになったんだ。Y さんも看護師になれたのかしら？ああ、Y さんも同じ病院に就職して、金田と同じ中央手術室に勤務していたんだぜ。就職してからも二人は仲が良く、互いのアパートを行き来していたんだ。大人になっても親友でいられるなんて素敵だわ。なおさら Y さんを殺害したのが信じられないわ。そんなに素敵な彼氏だったの？金田が恋人の T さんと出会ったのは、金田が中学生の時だったぜ。中学生の時に出会ったってことは同級生かしら？いや、T さんは同級生じゃなくて、吹奏楽部の楽器の修理で、学校に出入りしていた業者だ。だがすぐに恋人になったわけではなく、この時はまだ顔見知り程度の間柄だったぜ。社会人が中学生に手を出したら犯罪だしね。この関係が変わったのは、金田が高校に進学してからなんだぜ。それでも犯罪じゃない。それに学生と社会人なら、結構年が離れているんじゃないの？ T さんは金田の6歳上だ。金田は高校でも吹奏楽部に所属したが、そこで T さんと再会するぜ。金田と T さんは顔見知りだったこともあって、会話をするようになったんだ。二人は徐々に打ち解けていって、金田は悩みを T さんに相談するなど、仲が深まっていくぜ。そのうち金田は T さんに恋愛感情を抱き、T さんも同じように金田に惹かれるようになって、金田が高校3年の夏、ついに二人は深い関係になってしまったんだ。高校生くらいの時って大人に憧れるもんね。悩みを聞いてくれる優しい男性に惹かれるのは無理ないわ。金田にとって T さんは初めての恋人で、二人の関係は金田が社会人になっても続いていたぜ。それだけ長い付き合いになると、将来のことも考えるようになるんじゃない？金田は T さんとの結婚を考えていたが、二人の関係は少しずつ変わっていくんだ。金田は社会人になった年に T さんに、面白い友達がいる、と言って、Y さんのことを紹介したぜ。
Y さんにも、D さんのことを楽器の修理業者だと紹介したんだ。結婚を考えている彼氏に、親友を紹介するのは、不自然なことじゃないわね。そうだな。だが一つおかしな点があったぜ。D さんが楽器の修理業者だった。というのは金田の話でしか出てこないはずなんだ。どういうこと？ D さんは業者として学校に出入りしていたんでしょう？そうなんだが、事件が起きた2001年時点では T さんは、自動車工場の機関工として働いていたんだ。もちろん転職した可能性もあるが Y さんにも、楽器修理業者だと紹介しているんだぜ。親友に恋人の職業を偽って紹介するのは不自然ね。ちなみに T さんの職業に関しては事件後も特に明言されていないんだ。この点について疑問は残るが、3人は仲良く食事に行ったり、遊びに出かけたりするようになったぜ。大好きな親友と恋人が親しくなってくれるのは嬉しいわね。金田も順風満帆な人生だったと思っていただろうな。だが、T さんは Y さんに好意を抱くようになってしまうんだ。彼女の親友を好きになってしまったの？その通りだ。T さんは Y さんに対する気持ちを抑えられなくなり、Y さんもそれを受け入れてしまったぜ。こうして二人は2000年の8月、ついに一線を越えて、体の関係を持ってしまったんだ。これだけで十分修羅場だわ。そうだな。Y さんは金田に申し訳ないと思いながらも、T さんとの関係を断つことはなかったぜ。浮気を続けていったのね。金田も親友と恋人に裏切られるなんて思ってもいなかったでしょう。金田は二人の関係に気づいていなかったんだが、違和感を覚える出来事があったんだ。まさか浮気現場を目撃してしまったの？いや、金田は Y さんから、中古の冷蔵庫を買ったという話を聞いたんだ。そんな些細な話でどうして違和感を覚えたのかしら？T さんからもリサイクルショップで中古の冷蔵庫を見つけたという話をされていたからだぜ。なるほどね。二人から同時にそんな話を聞かされたら、怪しむのも無理ないわ。金田は二人が自分に内緒で出かけていたんじゃないか、と考えるようになるんだ。そんな不安を抱くようになった金田だが、この時点では二人に問い詰めることはなかったぜ。だがある日、T さんのアパートに行くと洗濯物が綺麗に畳まれていて、浮気疑惑が確信に近いものになるんだ。男性でも几帳面な人は多いけど、洗濯物をおかしいと感じたってことは、いつもなら適当に畳んでいたのね。そして金田は証拠を見つけるために T さんの携帯電話をこっそり確認したんだが、そこには T さんが Y さんに送ったメールが残されていて、内容は、洗濯をしてほしい、だったぜ。T さんは金田が携帯を盗み見る可能性を考えていなかったのかしら？そうだろうな。このメールを見た金田は Y さんに、Y ちゃんは T さんのアパートの鍵を持っているんじゃないの？と釜をかけると、Y さんは素直に T さんのアパートの鍵を差し出したんだ。浮気相手の彼女からいきなり言われたら、浮気がバレたと思って白状するわよね。二人が深い関係にあると知った金田は、すぐに T さんにも Y さんとの関係を問いただしたんだが、T さんは、Y さんに頼まれて鍵を貸しただけ、と嘘をついて浮気の事実を否定するぜ。その言い訳はかなり苦しいわ。ああ、普通なら信じられない話だぜ。だが金田はこの件を追及したら、T さんに嫌われるんじゃないかと恐れて、一旦は T さんの言い分を信じたんだ。泣き寝入りしちゃったの？いや、金田は確実な浮気の証拠を見つけるために動いたんだぜ。金田は2001年1月に T さんのアパートまで行ってアパートの前で、これからあなたの家に行く、と T さんに連絡したぜ。すると T さんは家から出てきたが、絶対に金田を家の中に入れなかったんだ。せっかく彼女が来てくれたのに家に入れないなんて怪しいわね。金田もそう思ったんだが、やはり T さんに嫌われたくなかったのか。この時はおとなしく引き下がったんだ。だが別の日に T さんが留守の時に、家に入って T さんの帰りを待っていると、金田がクリスマスのプレゼントで T さんに送ったデジタルカメラが、目に入ったんだ。そして何を思ったのか金田はデジタルカメラのデータを、無断で確認したんだが、そこには T さんの部屋で下着姿になった Y さんの写真や、二人がキスしているデータが残っていたんだぜ。浮気している時の写真ね。さすがにきついわ。それを見た金田はすぐに Y さんに電話をして、改めて二人の関係を問い詰めると、Y さんは浮気していることを認めたぜ。そこで金田は Y さんに、もう T さんとは連絡しないことを約束させて、帰宅した T さんにも証拠を突きつけ、Y さんとの浮気を認めさせたんだ。写真まで見つかったら認めるしかないもんね。T さんはひたすら謝るしかないわ。そうだったらよかったんだが、T さんは、お前が俺と Y さんのことを疑ったからこうなったんだ、と、浮気の原因は金田にあるように言って、謝りもせずに開き直ったんだ。もう別れるべきよね。これ以上一緒にいても良いことなんてないわ。そうだな。だが金田は、まだ T さんに気持ちが残っていたんだ。だから別れるという選択肢を選ばずに、
Y さんが T さんと連絡しないと約束してくれたことを、信じるしかなかったんだぜ。そんなこと信じられるかしら？私なら疑心暗鬼になってしまうわ。この頃から金田の中には、Y さんがいなければ、こんなに苦しむことはないのに、という気持ちが湧き上がっていたんだ。そして霊夢の言うように疑心暗鬼で不安な毎日を送っていたんだが、ふと、Y さんが T さんの家の鍵を持っていたのなら T さんも、Y さんの家の鍵を持っているのではないか？と疑問が浮かぶぜ。確かに持っていてもおかしくないわね。この疑問を解消するために T さんが入浴中に、彼のキーホルダーを確認すると、Y さんの家の鍵らしきものを見つけてしまったんだ。金田はこっそりその鍵を盗んで、Y さんが家を留守にしている時に、Y さんの家の鍵穴に盗んだ鍵を差し込むとあっさり鍵が開いてしまうぜ。そのまま金田は家の中に忍び込んだが、部屋の中には T さんの下着や、髭剃りなどの生活用品が置いてあったぜ。それを見た金田はあまりのショックで食欲を失い、眠れない日々が続くんだ。約束した後も密会していることが分かって、精神的に参ってしまったのね。金田はそんな日々が続いて精神的に参ってしまっていたんだが、悪いことはさらに重なるぜ。仕事終わりの金田が Y さんから本を借りるために、家を訪ねたんだが、Y さんの家から T さんが出てきてたところに、鉢合わせしてしまったんだ。決定的な瞬間じゃない。金田はそれを見てどうしたの？さすがに知らないふりができなくなった金田は、別の日に3人で話し合いをすることにしたんだ。そこで金田は、T さんは一番大切な人であり、Y ちゃんのことも一番の友達だと思っている。だから二人で会ったり連絡を取り合ってほしくない。もし二人で連絡を取ったら、自分に報告してほしい、と訴えたぜ。二人は約束を守ると言ってたんだが、何度も裏切られた金田は、二人の言うことを信じられなかったんだ。話し合いの後も Y さんの仕事中に Y さんの家に上がり込んで、T さんが来た形跡がないか調べていたんだ。もうノイローゼみたいになっているけど、それでも二人と縁は切らなかったの？そのようだな。そして金田は、T さんに対しても、約束を守っていないんじゃないかと責めてしまうんだ。責められた T さんは、全部お前に報告するという約束はしていない、と怒り出して、金田はまだ二人が浮気していることを確信してしまったぜ。別れない金田も金田だけど、まだ Y さんと関係を続けている T さんにも驚くわ。そうだな。ついに金田は、自分がこんなに苦しんでいる様子を見ているのに、平気な顔をしている Y ちゃんが許せない。Y ちゃんがいなければいい。T さんを取り戻すためには、Y ちゃんを殺すしかない、と考えたんだ。T さんと別れるんじゃなくて Y さんを殺害する決意をしたのね。ああ、Y さんを殺害し、死体をバラバラにして捨てようと思った金田は、メモ用紙に糸のこ包丁、石肉をミンチにするフードプロセッサーと書き込んだ他に、勤務先の手術室から持ち出すものをメモして、さらに足りないものは購入するなど、着々と Y さん殺害の準備をしていったんだ。金田は以前 Y さんから、また一緒に飲みたいね、と言われていたことを利用して、2001年4月6日に、二人でお酒を飲もう、と Y さんを誘ったんだ。結果、自分のアパートに Y さんを呼び出すことに成功するぜ。ここまでこじれたのに、よく呼び出しに成功したわね。二人はお酒を飲みながら、当たり障りのない会話を続けていたんだが、日付が変わった4月7日に、まだ T さんと連絡を取っているの？三人で約束をしたことを守るつもりはあるの？と問いただして、もうこれ以上私を苦しめるのはやめて、と今まではっきり言えずにいたことを泣きながら打ち明けたぜ。Y さんはそれを聞いてどうしたの？ Y さんは金田の問いかけには答えず、うんざりした表情を浮かべていたそうだ。そしてついに Y さんは口を開いて、T さんはうんざりしていると言ってたよ、と言い、T さんがもう金田とは別れたがっていると話したぜ。これを聞いた金田は T さんを失うかもしれないという、絶望感に陥ったんだ。そして、すべては Y さんのせいだという怒りが込み上げてきてしまうぜ。ついに実行に移してしまうのかしら？ああ、トイレに立とうとした Y さんの首に、後ろからストッキングを巻きつけて殺害したぜ。さらに金田は、Y さんの首と手の動脈に指を当てて、Y さんが死亡したことを念入りに確かめたんだ。人を殺しておいて随分冷静ね。殺害後は遺体を風呂場に運んだぜ。用意した包丁と糸のこ、フードプロセッサーや、勤務先から盗んだ手術用のメスを使ってバラバラにしたんだ。5日間かけてバラバラにし、4回に分けて遺体をゴミ袋に詰めて、自宅から離れた2カ所のゴミ集積所に遺棄したぜ。いくら恨んでいたとはいえ、親友だった女性をバラバラにするなんて怖すぎるわ。Y さんと連絡が取れないことを不審に思った Y さんの家族が警察に相談し、すぐに捜査が始まったぜ。警察は Y さんと最後に会ったのが金田だとわかると、金田のアパートを捜査するんだ。
そして金田の部屋から大量のルミノール反応を確認して、金田を容疑者に絞ったぜ。逮捕目前ね。事件はどうやって解決したのかしら？ Y さんを殺害したことを隠せないと思った金田が、同年の7月18日に実施してきたんだ。事件から3ヶ月以上経って自分から出頭したの？ああ、そしてさらに、誰にも予想できないことが起こるぜ。一体何があったの？実は金田は実施する前日に自身の犯行を T さんに打ち明けていたんだ。金田の犯行を聞いた T さんは親友の Y さんを殺害してまで、自分のことを好きでいてくれる金田とずっと一緒にいたいと思い、なんと金田にプロポーズしたぜ。ええ、確かに予想できない展開だわ。金田も T さんの気持ちを受け入れて OK したんだぜ。確かに金田からしたら願ってもいないことでしょうけど、二人とも Y さんに対して罪悪感を持たなかったのかしら。金田は逮捕後に行われた裁判で、髪の毛一本での葬儀はご遺族にどれほどの心中だったか、私は極刑を望みます、と述べた。裁判長は、事件と無関係を装い、平然と勤務や男性と交際を続け、良心の呵責は感じられない、と、金田に懲役16年を言い渡したんだ。判決を言い渡した裁判長は、看護師という生命を預かるあなたが、親友の命を奪ってしまった刑事責任はこれ以上問われませんが、どうやって被害者や遺族に償うか考えなさい、と金田を諭すと、金田は深く頭を下げたぜ。遺体をバラバラにされて髪の毛一本で、葬儀をすることになってしまった Y さんの家族からしたら、全く納得のいかない判決だったでしょうね。結局金田と T さんは結婚したの？ T さんは事件に関与していないのでプライバシー保護のためか、判決後の二人については語られていないんだ。真相は闇の中なのね。被害者のご冥福をお祈りします。6つ目、茨城県モルタル詰殺人事件。この事件が発覚したのは2018年7月18日、茨城県霞ヶ浦市でのことだったんだ。実はこの2018年7月18日、同じ日に霞ヶ浦の現場から直線距離35キロほど離れた、同じ茨城県取手市のとある民家の敷地内から、行方不明とされていた妻の遺体が見つかるという事件も起きているんだ。あ、それ覚えてる。銀行員の夫が妻を殺して実家に母親と一緒に埋めてた事件よね。あれってこの茨城モルタル詰殺人事件と、同日に遺体が発見されていたんだ。銀行員の妻殺しの方は殺害現場が千葉県内ということで、千葉県警が主体の捜査だったようだが、ある意味、茨城県警にとっては2018年7月18日は、一番長い非常態だったかもな。確かに。ところで本題に戻るが、その7月18日、茨城県警が霞ヶ浦市のアパートの一室に踏み込んだのは、表向きは夫の A さんとの偽の離婚届を市役所に提出した、という有印私文書偽造同行使の容疑での、捜索の一環ということだったらしい。偽の離婚届っていうと、本人以外の人が、署名して提出したっていうことでしょ？よくそれだけの容疑で固く捜索まで踏み切ったわね。実は犯人の氏家美穂の夫 A さんの、行方不明届が提出されたのは2018年3月9日で、後に偽造とされた離婚届は2018年3月28日に、霞ヶ浦市役所に提出されているんだが、3月9日の行方不明届の提出時点で、茨城県警は妻の美穂に対して不審な点を感じていたらしい。不審な点？例えばどんな？通常成人のしかも男性の行方不明届を出す際は、管轄の警察署での事情聴取が行われるんだが、夫 A さんの行方不明の経緯を尋ねる警察官に対しての、妻美穂の返答が、辻褄の合わないものだったらしい。そこで茨城県警が周辺を捜査していたところ、行方不明届提出後に離婚届を出したことが発覚。鑑定したところ、離婚届の署名は A さんでも、美穂でもない人物の筆跡であることが判明。それを受けて固く捜索に踏み切った県警が、自宅のアパート室内で A さんはどこにいるんだと、尋ねたところ、美穂がここにいると、指差した先はクローゼットだったらしい。尋ねた警察官ももしかして殺されているのかもと、想定していたかもしれないけど、まさか室内に遺体が隠されているとは思っていなかったかもね。確かにな。それに事件当時美穂は、夫の A さんと二人暮らしというわけではなかったんだ。え、誰か同居していたの？12歳の長女と4歳の双子の男児との家族5人で暮らしていたそうだ。ちなみに事件当時、妻美穂の年齢は44歳で、夫の A さんは33歳だったんだぜ。子供たちは全員 A さんとの子供？はっきりとはしないが、どうもそうらしいな。ということは美穂は子なしで再婚したということ？子供を連れていない、というのは正しいが、子なしというのはちょっと違うんだ。え、それは一体どういうことなの？
それを説明するには犯人の妻美穂の生い立ちや、経歴を時系列に追っていくのが一番だな。まず犯人の氏家美穂はさっきも紹介したが、この時点で44歳。東京の多摩地域で生まれ育ったらしい。小学校1年の時に実父母が離婚し、父の手で育てられるものの3年後にその父が亡くなる。小学4年生で引き取ってくれていた。父親が死ぬなんてショックだったでしょうね。その後は、実母に引き取られて中学を卒業したんだが、進学はしなかったらしい。中学時代の後輩によると、勉強はできず不登校気味で、盛り場をうろつくようなところがあったものの、面倒見の良い姉御肌のところがあって、友達も多かったそうだぜ。それで進学せずに就職したの？アルバイトのような職を転々としていたという話もあるが、この頃最初の結婚をし、子供をもうけているんだ。え、子供？でもそれだと年齢が合わないんだけど？ああ、この時産んだ子供は、事件に加担した長女とは違う子供なんだそうだ。しかし結婚生活は長くは続かず18歳の時には最初の夫と離婚したらしい。じゃ、その時の子供は事件当時25歳くらいになっているから、別に暮らしているってこと？ああ、実は美穂は最初の結婚から今回の、被害者 A さんと結婚するまでに通算3回の、結婚と離婚を繰り返しているんだ。そうして2003年頃、出会い系サイトで、今回の被害者である A さんと知り合ったんだ。2003年というと、事件の15年も前よね？ということは当時美穂は29歳か30歳くらいで、被害者の A さんは18歳くらい。ああ、もっとも知り合った当初美穂は年齢を、10歳ほどサバ読みしていたそうだし、名前も本名ではなく田中舞子と名乗っていたそうなんだぜ。サバ読みに偽名？一体なんだってそんなことをしたのかしら？まあ年齢は、若い A さんに釣り合うようにということなんだろうけど、名前に関しては、本名が明かせないわけがあったんじゃないかと言われているんだ。本名が明かせないわけ？実は事件に加担させられた長女なんだが、事件の2年前、10歳になるまで出生届が出されていなかったらしいんだ。どうしてそんなことに？美穂には浪費癖があったらしく、A さんと知り合った3年後頃には A さん名義で、借金を繰り返したりしていたそうなんだ。さらにその頃は都内の A さんの実家で、A さんの親と同居していたそうなんだが、A さんの親はずっと、息子の嫁の名前は舞子だと信じていたらしく、後半で、検察側が A さんの母の意見供述を読み上げた時も、優しい A を身勝手に殺害し、子供まで道具のように利用した舞子を殺してやりたい、極刑にしてくださいと述べているんだぜ。そうまでして自分の本名を隠す必要があったわけ？まあ自分ではなく A さん名義で借金していたり、出生届を出さないでいたあたりから推測すると、一前夫との離婚が成立していなかった、に相当ヤバい系の町金から借金して返済していなかった、とかじゃないかと思うが、確かめようがないからな。それにしても当時まだ21歳の A さんの名前で借金したりするなんて、金遣いが荒いにも程があると思うんだけど、美穂の2番目の元夫によると性格はわがままというか、自己中心的な女性だったそうで、借金があることも隠していて、最後どうにもならなくなったら、カードと子供たちを置いて自分だけ出て行ったと話していたらしい。うわ、最悪じゃん。それに子供たちってどういうこと？この時美穂は最初の結婚でできた子供を連れて結婚し、2番目の夫との間にも子供をもうけているんだ。え？それでその子供はどうなったの？どうもそのあたりの情報は錯綜していてよくわからないんだ。しかし被害者の A さんは美穂が金の問題を何度引き起こしても、尻拭いをしてやっていたらしい。優しい人だったんだろうな。それに子供のことも考えたのかも。被害者の A さんは平日は東京都内で会社員として働いていて、土曜日に霞ヶ浦のアパートに来ると、日曜日には東京に出ていく生活だったため、周囲では美穂のことをシングルマザーと思っていた人もいるらしい。しかし一緒に過ごせる週末には家族揃って、外食に行く様子も目撃されていたそうだから、夫婦関係が破綻していたと見るには無理があるだろうな。それなのに、どうして夫を殺すようなことをしでかしたの？自転車の前後に双子の男児を乗せて幼稚園の送迎をするなど、体格のいい気持ったマカーちゃんとも見られていた。美穂だったけど、ゲームセンターに朝から晩まで通い詰めたり、子供のブランド服を買うのがやめられないなど、昔からの浪費癖はなかなか治ることはなかったみたいなんだ。しかも事件の直前には借金に加えて、A さんが会社から預かっていた金を、美穂が使い込んでいたことが発覚。会社のお金を使い込んだ？ A さんが会社の労働組合から預かっていた、500万円に手をつけていたらしい。これにはさすがの A さんも怒り、返済を再三再四にわたって美穂に要求。その都度、美穂は実家から借りて返すなど、適当な嘘をついて、のらりくらりと追及を交わしていたらしいが、さすがにごまかしきれなくなったとして、
A さんを殺そうとしたらしいんだ。いやいやいや、パートに行くとか、なんとか弁済する方法を見つければよかったじゃないの。そこで美穂が考えた解決法は、夫が使い込んで失踪したということにしようというものだったんだ。なんて短絡的な女なのよ。逮捕後に茨城県警が美穂のスマホの検索履歴を調べたところ、毒殺や劇薬、バレずに殺せる方法とか、人を殺したらどうなる？といったことを検索した痕跡があったらしいぜ。バカすぎる。しかも美穂の犯行の中で最も許しがたいと思うのが、A さんの殺害や死体遺棄に頂上加担させたことなんだ。毒を入手したりすることが困難だとわかった美穂は、まずは事故に見せかけて A さんを殺すことを計画。長女に対して A さんが階段にいる時に、突き落とすようなジェスチャーをしてみせたり、A さんが食事中に背後から瓶で殴るように、そそのかすジェスチャーや目配せなんかをしていたそうだ。自分の手は汚さないってわけ？ A さんが寝ている時には、長女に首に紐をくぐらせることができる、体勢かどうかの確認までさせていたそうだ。そしていよいよ犯行当日の2018年2月17日、美穂は寝ている A さんの首の下にスマホの充電ケーブルをくぐらせ、暴れる A さんの手足を長女に押さえさせながら、A さんを殺害。長女は父親が絶命していくのをまざまざと見させられたのね。さらにその後は用意しておいた大きな袋に A さんを押し込み、モルタルを流し込んで固め、総重量100キロほどにもなった。その袋をクローゼットに押し込む手伝いもさせているんだ。さらに2月17日の殺害から発覚した7月18日までの5ヶ月間、長女はたびたび美穂から、匂いチェックと称して、クローゼット内外の匂いをチェックさせられたり、消臭剤を犯されていたらしい。しかも美穂は、長女例の離婚届の偽造にも加担させたんだ。ということはあの美穂でも A さんでもない署名を書いた人物って、長女だったの？ああ、長女が A さんの下の名前の漢字を練習した。ノートが押収されているんだぜ。どんな思いでそれを練習したかと思うとますます許しがたいわ。しかしそんな小細工も結局はバレて、事件が発覚したのが冒頭に紹介した2018年7月18日のことだったんだ。美穂は A さんに対する殺人死体遺棄、並びに誘引死文書偽造行使、それに加えて児童扶養手当の詐取などで、起訴され、2019年6月26日に水戸地裁で初公判が開かれたんだ。裁判での美穂と弁護側の主張はどうだったの？初公判以降、連日の公判に慣れた頃には A さん家族が、傍聴席に並ぶ前で開廷前とはいえ、あくびをしたりしていたらしく、取材していた記者たちの目から見ても、真摯な反省という感じはあまりしなかったという話もあるんだぜ。さらに弁護側は日々のストレスが事件の背景にあったとし、そのストレスの原因を、子育てや家事に非協力的だった A さんで、さらに A さんは酒癖が悪く暴力を振るっていたと話したんだ。そんなの死人に口なしよね。それとも証拠があるの？検察側はもちろん反論。美穂は A さんよりはるかに体格が良かったことや、周りのママ友にも、美穂が夫に暴力を振るわれたような様子や話、怪我を目撃した人間がいないことを申し立てたらしい。しかし、A さんの職場の同僚の中には週明けに、A さんが顔を腫らして出勤してきたこともあったと、証言する人もいたらしいがな。さらに美穂は A さんに、身内にヤクザがいると脅された、怖かったとか、俺の名義での借金は詐欺罪になるぞと脅されていた、と涙ながらに語り、用途扇風機を投げたり、壁を殴ったりした、と A さんに虐げられていたかのような証言が相次いだらしいな。しかし検察側が A さんの実家で暮らしていた時、ヤクザを見たことはあるのかと聞くと、覚えていない、次に A さんを怖いと言いながら、借金と浪費を繰り返したのか、と尋ねられると、そうだと思いますとボソボソ答えたらしいんだ。そうだと思います？自分の行動でしょうよ。はっきり答えなさいよ。さらに犯行の直接のきっかけは、長女がパパがいなくなればいいのにと言ったから、と証言したんだ。あ、アホかあ。そんな理屈が通ったら、子供が叱られてパパなんか嫌い、いなくなっちゃえとか言ったら、世の母親はだって可愛い子供の頼みですものって、いそいそと旦那を殺すとでも言うんかい。だよな。実際裁判で長女は美穂に、ママと離れるのが嫌ならパパを殺すしかない。ママと一緒に死ぬ覚悟でいてね、と犯行前に言われたと証言しているんだ。さらにママの言うことは断れない。ママが怒るから言えなかったけど、パパは好きだったとも証言。なんて痛ましい。警察が発見した時には、死体の一部が見えていたという A さんの遺体の、モルタル爪の袋の匂いなどの管理をさせられたことは、死体の匂いを確認するのは嫌だった。嫌だと言ってもやらされると証言したそうだ。それに対して美穂は長女の供述内容を全然違うと否定。娘は殺害に同意したと思っていたと強調したそうだ。
キー。後半では、A さんの兄も証言台に立ち、法廷で新たに弟の悪口を言い出した。結局、自分のためにしか動いていない。口先だけの謝罪を聞き、怒りを飛び越し虚しくなった。どうか死刑にしてくださいと述べたんだ。気持ちはよくわかるわ。結局判決はどうなったの？弁護側は美穂が3人の子供の子育てや、A さんの酒癖の悪さによるストレスにさらされていたという、組むべき事情があると主張。さらに殺された A さんにもある程度の責任はあると指摘し、夫の人生を奪い、長女に一生の心の傷を負わせた犯行を、強く後悔し、反省しているとし情状酌量を求めたんだ。そうですか、殺された方の責任ねえ。ほう、霊夢。お前の背後に怒りのマグマがたぎっているのが見えるぞ。気にしないで。それで検察側はなんと反論したの？美穂が勝手に A さん名義の借金をして、A さんを自己破産に追い込んだり、A さんが管理する勤務先の労働組合費を使い込むなど、悪質性が極めて高いと指摘。さらに、情状犯行に巻き込んだとも主張。これに対して2019年7月5日水戸地裁は求刑25年に対して、懲役23年を言い渡したんだ。判決理由は？ A さんが保管していた会社のお金に勝手に手をつけ、それを返還するように迫られると殺すなど、身勝手で短絡的な動機と経緯に酌量の余地はないと断罪。さらに、犯行をためらう娘を事件に巻き込んだことを、強い非難に値するとしたんだ。まあ、当然よね。でも遺族が望んだ死刑判決は下されなかったわけだけど、美穂側は控訴したの？判決後弁護側は被告と話し合った上で控訴するかどうか決めたい、とコメントしていたんだが、どうもその後控訴したという報道が一切ないようだから、そのまま確定して服役していると見た方がいいんだろうな。長女や双子たちはどうしたのかしらね。どこにいるにしても、少しでも幸せに暮らせているといいと願わずにはいられないな。本当ね。七つ目、福岡美容師バラバラ事件。この事件は1994年3月3日に、熊本県内のパーキングエリアのゴミ収集場から、黒いビニール袋にくるまれた人間の左腕が、発見されたことで、発覚したんだ。そんなもの見つけてしまったら、一生のトラウマになりそうよ。さらにその1時間後に福岡県内のパーキングエリアの、ゴミ収集場から右腕、そして翌日の4日には、JR 熊本駅のコインロッカーから、女性の胸部と腰部が見つかった。照合の結果、すべての遺体が同一人物のものだと判明し、バラバラ殺人として大きく報道されたんだ。そんな恐ろしいことをしでかした人物の気が知れないわ。犯人は、殺害された女性の同僚である、当時38歳の枝文子という人物だったぜ。同僚ということは、社内で何かトラブルでもあったのかしら？気になるよな。早速、まずは枝の生い立ちから説明していくぜ。確かに犯人の幼少期って気になるわね。枝は1955年に福岡市で生まれた。父親は地方公務員で、母親は教師だったそうだ。ごく一般的な家庭よね。でも父親は、アパート経営を行う資産家としての顔も持っていて、家庭が裕福だった枝は、中学から短大まで地元の名門私立女子校に通っていたぜ。恵まれた家庭で、なおさら申し分ないじゃない。それが金銭面では何の問題もなかったけど、枝と母親の関係があまり良くなかったらしいんだ。え？なぜなの？後に、枝が獄中で書いた式で、明らかになった話なんだけど、枝は高校3年生の時甲状腺機能障害で苦しんでいたそうなんだ。甲状腺機能障害？枝がどの程度の症状だったのかは、明らかになっていないけど、甲状腺ホルモンの異常による病気は、全身に色々な辛い症状が現れて、常に調子が悪い状態になるらしいんだ。そして、気のせいだとかただの怠け者だとか、誤解されてしまう人も少なくないそうだ。病気を理解してもらえないって辛いことよね。枝も同じような状況だったらしく、どんなに体がきついと言っても母親は認めてくれず、病院で見てもらうことさえ許されなかったらしい。母親には気のせいだと思われていたのかもね。それに若いのにと一切心配する様子を見せてくれなかったそうだ。枝は子供ながらに本当にこの人は母親なのかと思い、この頃相当苦しんだらしいぜ。その出来事が徐々に枝を、事件を起こすような、人格へ変化させてしまったのかしら。でも、枝は卒業後インテリア会社で1年ほど働いた後退職し、タンクローリー運転手の男性と結婚しているんだ。そして2児の母となり、専業主婦として、幸せな生活を送り始めたぜ。よかったわ。人生って、いつまでも辛いことは続かないのよね。ところが10年後、事件の舞台となる、美容室で働き始めたことで、枝の人生は大きく変わってしまうこととなったんだ。
なぜ10年も専業主婦だったのに、また働きに出ることにしたのかしら？子供の手が離れたとか？いいや、どうやら住宅ローンの返済が目的だったらしいぜ。美容室を選んだのは、友人から紹介されたからだそうだ。じゃあ、結婚後の生活は結構カツカツだったのかな？しかし枝は会社にタクシーで通勤したり、休みの日に会社を乗り回したりと、平均以上の生活を送っていたらしいぜ。住宅ローンの返済に追われているのかと思いきや、意外と優雅だね。周囲には、夫の収入では家計が回らず、赤字分が私の肩にかかってきたとか言っていたらしいけどな。枝の美容室での働きぶりはどうだったの？枝は、美容師ではなくて経理事務として、働いていたそうなんだけど、熱心な仕事ぶりを評価されて、2年ほどでマネージャーに昇格したそうだ。へえ、すごいじゃない。でもこの頃、この美容室の税務を担当する、男性 X との社内不倫が始まったんだ。家計を助けるための仕事が、不倫につながるなんて、X も既婚者なの？ああ、そうらしい。二人は最初こそ、食事やドライブへ行ったりする程度の、仲だったが、ハワイでの社員旅行でついに肉体関係に発展したそうだ。あちゃー、普段と違う環境で、テンションが上がっちゃったのかしら。X はもともと女性の扱いに慣れていて、相当な遊び人だったらしいな。そしてそんな X に枝はどんどんハマってしまった。ハマったって？会う頻度が増えたってこと？枝は密会用のマンションを借りようと提案したんだ。そこまでやるの？そして X もそれに同意したらしい。美容室の従業員は、二人の関係に感づいていなかったのかしら？二人は必死に隠しているつもりだったみたいだけど、周囲はみんな気づいていたそうだ。本人たちだけがバレていないと思っている、パターンってよくあるわよね。ダブル不倫は家族にバレることもなく継続していたの？ああ、そうみたいだ。でも枝には気がかりなことがあった。それがこの事件で被害者となった。同じ従業員の女性で当時30歳の岩崎真由美さんのことだったんだ。真由美さんと何かトラブルでもあったの？それが、X がたびたび真由美さんの話題を出すことを、よく思っていなかったらしいんだ。嫉妬っていうこと？枝は真由美さんに対して、劣等感を感じていた面もあるみたいなんだ。劣等感？真由美さんは枝の1年ほど後に入社しているんだけど、美人と評判で美容師としてのキャリアも、10年以上と長かったらしい。ベテランなのね。しかも指名客が100人以上いて、技術コンクールでも優秀な成績を残していたそうなんだ。仕事熱心で、男性の誘いより仕事優先な一面もあったそうだ。美人で仕事もできてモテたのね。そりゃ、枝も心配になるかもね。枝は X が真由美さんのことを話すたび不安を感じ、ついには二人の関係を疑い始めたらしいんだ。相当、嫉妬心や不安心が強いのね。枝は X に真由美さんとの関係を直接問いただしたらしいが、否定されたらしい。それで枝は納得したの？いや、X が嘘をついていると思った枝は、更新所に調査を依頼したんだ。え？あくまでも枝がそう疑ってたってだけよね？うん。更新所の素行調査の結果は、もちろん白だった。そりゃそうよね。枝は一人で真由美さんを尾行したこともあったそうだが、二人の関係を示す証拠は何も出てこなかったそうだ。そこまでやって、何もなければ逆に安心できるんじゃない？いや、それでも枝の妄想は止まらなかったんだ。そしてついに真由美さんに無言電話をかけるまでになった。暴走しすぎてて怖いんだけど、そんなに X には、自分だけを見ていて欲しかったのね。ところで X って、枝のこういう行動に、気づいていなかったのかしら？もうここまで来ると、枝を止められるのは、X しかいない気がするんだけど、気づいていたかはわからないけど、X はこの頃、枝から気持ちが離れていっていたらしい。そうなの？どうやら不倫関係がバレるのではと、心配し始めていたらしいんだ。そして関係を終えることを考えていたそうだ。だからわざと真由美さんの話題を出して、真由美さんに好意があるような素振りを見せていたのかしら？そういう憶測もあるぜ。真由美さんは二人の不倫に何も関係ないのに、ただただ迷惑な話ね。本当だよな。そして X は、マンションの解約と不倫関係を終わらせることを提案したんだ。枝の精神状態が心配なんだけど、枝はこれまでの妄想通り、やはり真由美さんの存在がこの状況をもたらしたと考え、以前にも増して真由美さんに憎悪を抱いたそうだ。やっぱり。こんな状況で枝は仕事に身が入るのかしら？なんだか、真由美さんに強く当たりそうな予感がするんだけど。実は、そもそもマネージャーになってからの枝は、経営や人事に口を出して女帝のようだと、あまりいい印象を持たれていなかったらしい。それなのにこの一件で、枝はこれまで以上に、真由美さんに対して理不尽な行動を取り始めたんだ。
理不尽な行動って？美容師の総リーダーになるはずだった。真由美さんの人事に猛反対して、それを阻止したらしいぜ。それって、やりすぎじゃない？でも真由美さんも黙っていなかった。真由美さんは割と口が達者で、枝と対等に言い合っていたそうだ。気の強い者同士、折り合いが悪かったのかもね。でも真由美さんはこの状況に耐えかねて、ついに退職を決意した。そこまでの行動に出るってことは、枝の傍若無人ぶりは相当なものだったのね。そして退職手続きで事務所に来た際、枝への今までの不満を抑えきれず、二人は激しい口論となったそうだ。真由美さんは、待遇に対する不満や悪口を、言いふらされたことへの怒りを爆発させたらしいな。最後だから言いたいことを言ってから去らないと、気が収まらなかったのかもね。でも、退職手続きを済ませたわけだから、もう二人が会うこともなさそうだけど。それが次の日、枝は真由美さんを、退職手続きに不備があると言って、事務所に呼び出したんだ。もしかして、これが事件につながるのね。実はこの日、枝は X からマンションを、解約したことを告げられているんだ。二人の別れは決定的なものとなったのね。この流れはたまたまなんだけど、枝としては昨日の口論で腹の虫が収まらない中、さらにこういう状況になって怒り心頭だったみたいなんだ。でも真由美さんにしてみれば、本当に悪神以外の何者でもないというか、ありもしないことを疑われてたまったもんじゃないわよね。だけど、枝は用意していた包丁で真由美さんを襲ったんだ。押し倒して、馬乗りになり、何度も首元を刺したらしい。それだけ恨みが強かったのね。事務所で殺害したことであたり一面は血まみれになり、ひどい光景だったそうだ。そこで枝は、まずどうにかして遺体を運ぼうと考えた。女性一人で遺体を運ぶなんて大仕事よ。そこで思いついたのが、真由美さんの遺体をノコギリで解体することだったんだ。なるほど、だからバラバラにしたのね。3時間の作業で遺体を11個に小分けし、それぞれビニール袋に入れた枝は、まず内臓や肉片を家の近くのゴミ集積所に捨て、一旦平然とした様子で美容室の研修へ向かったそうだ。こんなことしでかしといて、よく何事もなかったようにいられるわね。しかもこの研修前に殺害現場の血痕は、雑巾で綺麗に拭き取っていたそうだ。かなり冷静に証拠隠滅を図ったのね。そして研修後、解体した遺体を捨てる場所を探すため、レンタカーを借りて出発した。最初は学生時代に何度か行ったことのある、阿蘇山付近の雑木林を行き場所に考えていたそうだけど、開発が進み別荘が立ち並んでいたため、すべてをこの場所に捨てることは断念したらしい。じゃあ、どうしたの？ひとまず両足のみを行きし、他の捨て場所を探しながら、熊本市内を運転し続けたそうだ。そして熊本駅のコインロッカーに、胴体や腰部を行きし、玉名パーキングエリアのゴミ集積所に右手首と左腕、次の山川パーキングエリアで左手首と右腕を行きした。バレないように至るところに行きしたのね。殺害に使用した包丁は、走行途中に窓から捨てたそうだ。あのさ、頭部は？頭部の捨て場所はなかなか見つからなかったようで、結局自宅近くのゴミ集積所に行きしたらしい。そんなところに、枝は400キロ以上車を走らせ全てを捨て切ったそうだ。必死に捨てる場所を探していたのね。そして玉名パーキングエリアで遺棄された、左腕を清掃員が発見したことで、この事件は世間に知られることとなった。警察はすぐに犯人が枝だと疑ったの？いや、当初は、猟奇性が高い事件のため複数犯による、犯行や性的異常者による犯行を疑ったそうだ。でも事務所内から、真由美さんの血痕が、発見されたことで仕事関係者の犯行であると考え直したらしい。血痕を拭き取ってはいたけど、拭き切れていなかったのね。ところが枝は事件後、警察の目を欺くために、真由美さんの自宅に新しいお店での活躍を祈っています、と書いた手紙を送ったり、次はお前の番だと書いた脅迫状を自ら作成し、自分も身の危険が迫っていることを装っていたんだ。自作自演ってこと？ひどい偽装工作ね。でもそんな工作も虚しく、もともと真由美さんと、折り合いが悪かった枝が目をつけられるのに、時間はかからなかった。確かに普段から事務所内で口論していたら、周囲ももしやと思うわよね。そして左手首を包んでいた広告紙の配布範囲が、限られていたことや、遺体運搬の際に通過したと思われる、高速道路の通行券から、枝の指紋が検出されたことで、警察の枝への疑いは確信へと変わっていったんだ。どんどん枝は追い込まれていったのね。さらに決め手となったのが N システムだ。N システム？自動車ナンバー自動読み取り装置のことだぜ。この事件では N システムが、レンタカーのナンバーを読み取って、枝が借りていたナンバーと一致したことから、事件を早期解決に導いたと言われているんだ。これだけの証拠が出揃えば、もう言い逃れはできないわね。ああ。
警察は江田が実行したと断定し、逮捕に至ったんだ。無事に逮捕されてよかったわ。でも裁判で江田は真由美さんが包丁を持って襲ってきた、と正当防衛を主張したんだ。この後に及んでまだ言い逃れするなんてひどいわ。そのため弁護側は、死体遺棄については認めたものの、殺害については無罪を主張した。しかも二審では覆面をかぶった二人組の男が真由美さんを殺害した。と言い出し不倫をネタに恐喝されていたとか、真由美さんの差し向けた男二人にレイプされた。と言いたい放題だったんだ。全然反省していないわね。そんなこともあり、公判は一年以上続いて、最高裁まで争うこととなった。その間、江田はずっと正当防衛を訴え続けたそうだ。そんな訴えがまかり通るの？いや、何度も真由美さんの首を刺していることや、脅迫状を捏造したことから、正当防衛ではないと判断され、殺意は明らかだったと認定されたんだ。それならよかったわ。それに死亡を確認してわずか5から10分後には、遺体を解体し始めていることや、スーツケースを用意していた点なども犯行が計画的だと判断された。それで判決はどうなったの？1999年9月3日、懲役16年の判決が下されているぜ。なんだかすごく短い気がするわ。それにもう出所しているってことよね。ああ、そういうことだ。8つ目、タリウム母親毒殺未遂事件。まずは事件が発生した2005年の時点に遡るとするぜ。その年の10月31日、静岡県警は伊豆の国市在住の、当時16歳の女子高生 M を逮捕したんだ。容疑は何だったの？実の母に対する殺人未遂容疑なんだ。当時47歳の M の母は病院に入院し治療を受けていたが、悪化の一途をたどり、10月10日には完全な植物人間状態となっていたそうだ。その母が入院して闘病生活を送っていた10月19日、女子高生の2番目の兄は父親に、見てほしいものがある、と言ってとあるホームページを見せたそうだ。ホームページ？一体何の？その5ヶ月前、2005年6月27日から始まる日記形式のブログで、ハンドルネームは岩本洋平。岩本洋平？男性名義の日記ということ？ああ、どうして女子高生 M の事件が、岩本洋平名義のそのブログを、自分の妹が書いた、と特定したのかは明らかにされていない。しかし、その日記の中に酢酸タリウムを購入したことや、母親に服用させたことが書かれており、事件はすぐに酢酸タリウムを検索。そこに書かれていた中毒症状が、母親の病状に酷似していたことから、慈恵は父親に打ち明けたそうだ。それでそのブログの存在を知った父親は、どうしたの？すぐに自分の部屋にいた女子高生 M に、お前がやったのか？と質問したそうだが、M は目をそらしながら私じゃないと答えたらしい。そして翌日の10月20日の夜、自室内で睡眠導入剤を大量に服用して、わけのわからないことを口走りながら暴れる M を父親が発見。直ちに病院に搬送されたんだ。それで容体は？くしくも M が搬送された先は、母親が入院しているのと同じ病院だったんだ。そしてこの日の昼頃、入院中の母親を見舞いに行った慈恵は母親の担当医に、妹が毒物を持っていると相談。その矢先に妹である M が中毒症状で搬送されてきたため、病院側は静岡県警三島署に通報。M の10日間ほどの入院治療の間に、三島署は父親への事情聴取と、自宅の家宅捜索を敢行。M は隊員と同時に三島署に連行され、取り調べを受けた後、2005年10月31日に逮捕されたんだ。それにしても事件発覚のきっかけとなったブログってどんなものだったの？ハンドルネームの岩本洋平って？まず、岩本洋平、というのは、当時人気だった某ネット小説の主人公と同姓同名で、どうもそこからちなんでつけたらしい。両方を読み比べてみたことがある人によれば、実際ブログの文体や様式が結構似ているそうだ。へえ。でも、タリウムを購入したとか、母親に飲ませたとか、随分物騒な内容の日記だったみたいだけど、まさか犯行声明のつもりで書いたの？いや、少なくとも犯行声明代わりとかそういうわけではないと思う。後で説明するけど、自閉症スペクトラム障害の研究者の中には、この日記は、一見理科の実験観察ノートのようで、人間味に欠けた人格のように感じられるが、そうではない記述もあることに注目したいと評価している人もいるんだ。そうかもしれない。でもやっぱり生き物を殺すということ。何かにナイフを突き立てる瞬間、柔らかな肉を引き裂く感触、生温かい血の温度、漏れると息、すべてが僕を慰めてくれる、とかの記述を読んじゃうと、霊夢が言いたいことも、わかるぜ。例えば、同じくタリウムを使った事件を高校生の時に引き起こした後、
進学した名古屋で女性を殺したいわゆる、名古屋大学女子学生殺人事件の犯人王も、ブログではないがツイッターに、日常を失わずに殺人を楽しめることが理想なんだと思うとか、例えば、硫酸タリウムの半数致死量は 1g 成人男性だろ？で、未開封の硫酸タリウム瓶には 25g、つまり約13人分の生命が入ってるわけだ。それだけで神秘じゃないか、とか書いている。それから、18歳と16歳のゴスロリカップルが、お互いの家族を殺すことを計画し、一人を殺し、二人に重傷を負わせた。河内長の家族殺傷事件の女子高生もホームページ解説してて、いえー、めっちゃ内臓ウキウキなオペ希望。いえー、ズバッと切開ノリノリで買いたい。とかって替え歌の歌詞みたいなのも載せてたもんな。うん。あのホームページのミラーサイト、未だに残ってるけど、理解不能すぎるもんね。話を元に戻すと、女子高生 M はブログを、ハンドルネーム通り、一人称僕で綴っているんだが、逮捕された後に留置所から父親に宛てて出した手紙の中でも、やはり自分のことを僕と書いていたんだ。え、父親に宛てた手紙の中でも、もともとボーイッシュな子だったとか？どうもそういうことじゃないみたいなんだ。女子高生 M はさっきもちらっと述べたけど、3人兄弟の末っ子で、上に兄が2人いるんだ。女の子が欲しいと望んでいたのは父親の方だったらしいが、母親は子供に手編みのセーターを編んでやり、料理などもうまい非常に家庭的な人だったそうだ。明るくほがらかで、美人でも知られ、周囲の評判もすこぶるいい人だったそうだから、末娘の M にはいろいろ夢も抱いていたかもしれない。しかし、あいにく M は家事には一切興味を示さない女の子で、事件前には同居していた次男に比べて、M に対しての当たりがしばしばきつくなっていたため、父親がそれをたしなめたこともあったそうだ。ということは、娘としてではなく、息子のように思われたかったとか？いや、それも違うんじゃないかと思うぜ。父親が言うには、M が女性である自分を否定し始めたのは、中学2年生の頃だったそうなんだが、その頃、M はあるいじめを受けたそうなんだ。いじめを？M が中学2年生だったある日、下駄箱にラブレターが入れられていたそうなんだが、指定された教室に M が向かうと、待ち構えていた男子生徒に、誰がお前なんかと付き合えるか、と散々罵倒され笑い物にされたそうなんだ。何それ、ひどい。思春期の女子にとってトラウマになって当然の出来事じゃない。だよな。しかもその頃 M は女子生徒たちからは、ハチというあだ名で呼ばれていたらしいんだ。ハチ？顔が爬虫類に似ているから、らしいが、これもまた残酷なあだ名だよな。思春期の子供っていうのは、往々にして自分が受けた傷には敏感だが、他人の傷には無頓着だからな。おそらくその女子生徒たちに問いただしたところで、そんなに傷つくと思わなかったというんだろうし、実際そこまで思い至ってもいなかったんだろうよ。で、それをきっかけに M に変化があったの？ああ、父親に言わせるとちょうどその頃から M はいわゆる、女の子らしい服装をすることを嫌がり、母親が買ってくる可愛らしい服を拒絶、黒色を中心とした地味な服装に終始するようになったそうだ。さらには成長に合わせて母が用意した下着なども拒絶、そうした娘を心配する母親としばしば衝突していたらしい。その原因を父親は、ラブレター事件で負った心の傷から、女性であることを否認しようとしたのでは？と推測しているそうだ。それ以上に傷つくまいという自衛の心かしら。その辺は定かではないけどな。ただ、そういう点を除けば、M は周囲からは、挨拶をすれば挨拶を返す普通の子と見られていたし、幼稚園の頃から一人遊びを好み、他人とのコミュニケーションの取り方がうまくはなかったそうだが、反面、昆虫やビー玉のコレクションなどに、熱中することもしばしばあったそうだ。それだけだと、個性的な子供、の範疇だとも言えるんじゃない？ただ、そのマイブームが科学実験から動物の解剖へと移行すると、小学生の時には毎日世話をするほど可愛がっていたウサギですら、解剖したいと思うようになるんだ。そこには可愛がれば可愛がるほど懐いてくれる、存在だったウサギへの情よりも、自分の好奇心を満たしたいという欲や、動機の方が強い姿が伺えるぜ。そんな M の心を強烈に魅了する存在が現れたのは、ちょうどその頃だったようだ。強烈に魅了する存在？2005年7月3日、M は日記に尊敬する人の伝記として、グレアム・ヤング毒殺日記の名前を記しているんだ。グレアム・ヤングってイギリスの別名ティーカップポイズナー？そう、そのグレアム・ヤングだ。1947年生まれで、幼少期に実母に死に別れた彼は、父親が再婚した後、父と義母、実子と暮らし始めたんだ。グレアムは非常に頭の良い子供だったが、自分の興味のあるものにしか関心を示さず、勉学で言えばそれは科学だったそうだ。
ちょっと M に似ているような。おばやママ母の香水瓶をくすねては、それにどこからか調達した塩酸やエーテルを入れて大切にし、ネズミの解剖をしたりしていた。ただし、M と決定的に異なるという点は、グレアムは明らかにママ母との仲は良くなく、グレアムを産んだためにグレアムの生みの母である、前妻を亡くしたと思っていたジップとの仲も、非常に冷え冷えとしたものだったことだ。その点、M の家庭は経済的にも恵まれ、両親の仲も良好。子供の頃は3兄弟を連れてよくキャンプやスキー、海水浴などの家族旅行にも出かけていたそうだ。さらに末娘の M は、放課後のほとんどを図書館で過ごしていたが、その送り迎えはほぼ、後にその M の手によって植物状態にされた母親がしていたんだぜ。確かグレアムは年齢をごまかして、アンチモンという毒物を手に入れて以来、それをリトルフレンドと呼んでいたのよね。ああ、そしてやがてジップ、ママ母、実子、そしてエボマイの区別なく毒薬を服用させ始めたんだ。しかし初期の頃、家族たちは自分たちの体調不良が、グレアムのせいだとは思っていたものの、それが恋だとは思わず、科学実験に夢中になると、周囲のことに注意散漫になるグレアムが、ポットや夜間をきちんと洗わなかったせいだろう程度に考え、きつめに叱るぐらいだけだったらしい。それでグレアムは家族へ毒を盛り続けたんだが、アンチモンの効き目が鈍くなってくると、今度はタリウムを使用し始めたんだ。タリウムは M も使用した毒物よね。その結果ママ母は死亡。父も体調を崩し続け、入退院を繰り返していたのだが、やがて医師は父が密かアンチモンの中毒であることに気づき、グレアムに疑いの目が向けられたんだ。そしてグレアムの部屋から大量のタリウムや、アンチモンなどの毒物が見つかり、イギリスの有名なブロードムア精神病院へ、15年間収容されることが決定したんだ。仮装してしまっていたママ母の死の責任は問われず、父や姉妹、他の人たちへの傷害罪のみだったのよね。ああ。そしてブロードムアを出たグレアムは、首尾翼工学機械製造メーカーに就職。今度は自分に優しくしてくれた同僚や上司たちに、毒物入りのタバコや紅茶を振る舞い、二人を死亡させ、数名に重篤な被害をもたらした。そこでようやく逮捕されたんだが、そのグレアムの下宿に残されていた事件の詳細を克明に記したノート、それが後に毒殺日記として有名になったんだ。ということはあのブログは M にとっての、毒殺日記でもあったというわけ？そう言ってもいいだろうな。実際、グレアムを模倣するかのように M もアンチモンを入手。そして、それを使ってハムスターやウサギといった、小動物たちを使った毒殺実験をし始めたんだ。M の自室内にはそうした薬瓶やホルマリン漬けにしたハムスター、骨に耳だけついたウサギの標本などが、ずらりと並べられていたらしい。そして2005年8月24日には念願の酢酸タリウムを入手。グレアムがアンチモンをリトルフレンドと呼んだのと同じく、酢酸タリウムを小さな友達と日記に書いているんだぜ。だけど、タリウムを入手したのが8月24日でしょ？それから母親が植物人間になったのが10月10日。実質1ヶ月ちょっとで母親にそこまでタリウムを投与したの？そうだよな。実は M はタリウムを入手する前にも、他の薬物を母親に投与していたらしいんだ。そして日記から推測するにタリウムを入手した翌日の8月25日には、タリウムを使っての実験を始めているんだ。その日の日記には、お腹が痛いです。原因はわかっています。タリウムです。昨日、それの水溶液を誤って指につけてしまったのです。という記述があるし、続く8月27日には、寝ても起きても気持ち悪いし、指先とか足とかが痺れてきたので、解毒剤を作りましたと綴っているんだ。タリウムって確かヒ素と同じく無味無臭よね。それが水溶液になってたら、何にでも混ぜて蛍光摂取させやすくなってしまうじゃない。実際、M がどうやって母親にタリウムを投与したのかは、明らかになっていないんだが、母親には日常的にコーヒーを飲む習慣があったことから、そのコーヒーに混入させて蛍光摂取させたのでは？と推測されているんだ。さらにおそらく最初に M が母親にタリウムを蛍光摂取させたのは、おそらく9月1日前後だろうということなんだ。母親の容態はそれ以降、日に日に悪化の一途をたどることになる。まず、顔が腫れ上がり、全身の皮膚に湿疹が見られるようになったそうだ。それってタリウム中毒のうちの皮膚炎だったんじゃ。ああ。しかしちょうど母親が体調を崩し始めた9月8日。母親はその体で M が通っていた高校に出向いているんだ。え、どうして？この年の4月に静岡県内でも上位10位以内に入る高校に進学し、科学部に所属していた M だが、学校側はどうも M が薬品を持ち歩いていることに気づいていたようで、母親を呼び出し注意したそうなんだ。しかし、その後も母親の体調はさらに悪くなっていき、9月10日、
学校に呼び出された2日後には、足が痛み始めて歩行も困難になっていく。9月11日にはパート先のスーパーの仕事を休み、そのまま退職。9月12日の M の日記には、今日も母の調子は悪いです。足の不調を訴えていたけど、ついにほとんど動けなくなってしまいました。2階にある僕の部屋まで来ることもできなくなりました。と書かれているんだぜ。いや、その、動けなくなってしまいました。って、だよな。この後、今度は母親の頭髪が抜け落ち始め、7日間ほどでほぼ全てなくなってしまう。さらに食欲もほぼなくなり、寝たきりのような状態にまでなってしまったんだ。しかし、この頃、母親が訪れた病院で、医師から薬物中毒では?と言われたそうなんだ。そのことを父親と母親は帰りの車の中で話題にしたそうだが、娘の部屋の薬瓶の数々に触れたものの、いや、そんなことはありえないと打ち消してしまったらしい。親としてはそんな可能性は信じられない。信じたくないってことだったんでしょうね。実はこの事態に陥っても、M にとってはこれは単なる実験で、明確に母親に殺意を持っていたわけではないらしいんだ。はぁ?実験?ああ、実は実験対象は母親だけではなく、家で飼っていた猫も、対象だったらしい。ペットの猫も?その猫も死んでしまい、さらに母親の症状も M が想定していたより、ずっと重篤だったため、母親の回復を願うような記述も日記には綴られていた。しかし、9月24日、この日は土曜日で、おそらく学校が休みだった M は自宅にいたんだろうが、体調が悪い母親は M と言い争いになり、その中で売り言葉に買い言葉だったのか、毒でも飲んだのかもと口にしたらしいんだ。そりゃ、病院でも薬物中毒かもって言われるわ。体調は悪くなる一方だわぜ。ついそう口にしたくもなると思うけど。しかし、それを耳にした M は、自分の所用がバレるのではと焦ったらしい。そして翌25日に母親に2度目のタリウムを経口摂取させてしまったんだ。2度目。この時点で M の心は母親を心配する気持ちより、自らの犯行がバレないで済む方を選択したんだろう。母親の体調はさらに悪化していき、翌26日には1度目の入院をしたんだが、それに対しても、明日、母は入院します。未だ原因は不明のままです。残念なことに母はあまり良い保険に加入していないため、生活は少しばかり苦しくなるでしょう、と記述しているんだ。未だ原因は不明って、さらに28日には、母は良く泣くようになった。僕に毒を作ってほしい。誤って飲んだことにしてもらいたいとぼやく、自殺衝動が出始めたようだ、とも綴っているんだぜ。それって本当のことなの?それとも自分のアリバイのための布石?言った、言わないは水かけ論になるからな。しかし、結局この後10月2日には、母親は別の総合病院に救急搬送されるんだが、少し回復したものの、意識が混濁するようになり、やがて自発呼吸も困難になる、集中治療室に運ばれ、治療を受けるものの人工呼吸器をつけられた後、10月10日、父親の手を握りながら意識を失い、10月20日には呼吸障害を起こすことになる。その前夜10月19日に、慈恵がホームページを発見して、父親に打ち明けたわけね。ああ、その後は冒頭で述べた通り、M は自身も薬で自殺未遂を図り、母親と同じ病院に搬送されたんだが、同居していた祖母は近所の住人に、孫が母親の病気を悲観して自殺を図ってしまった、と言っていたらしい。一方で三島署の事情聴取や家宅捜索を受けていた父親は、娘の病室でやったんなら正直に言ってくれと、何度も問いただしたそうだが、それに対して M は、私は知らない。お父さんは信じてくれないの?と繰り返していたそうだ。その頃、母親は脳をタリウムの毒素に侵され、どんなに医療を尽くしても、もはや意識を回復することはないと宣告されていたんだ。M は病院での治療が終了するのと同時に三島署に連行され、取り調べを受けたものの、一貫して犯行を否認。その時点でも否認?ああ、自身がタリウムを所持していたのは認めるが、それを母に投与したりはしていない。しかし自分が家にタリウムを持ち込んでいたからこそ、母が中毒になったのだと思うので、その点は責任を感じる。しかしそれ以外の関与はなく、日記の記述はあくまで創作だ、とな。そのため、精神鑑定をすることが検討され、東京都内の高知施設に移送されて精神鑑定を受け、12月下旬には通っていた高校を自主退学。年が明けて、2006年3月になり、精神鑑定を終えて、静岡県警富士署の留置所に収監された M に逮捕依頼初めて、父親は面会したそうだ。3月。だいたい5ヶ月ぶりくらいよね。父親が泣きながら、お母さんがあんなになってしまって、俺の気持ちがお前にわかるか?と問いかけたそうだが、M は私もこれからどうなるかわからないと泣くだけで、
母親の病状を気遣う言葉も反省も謝罪も一切なかったそうだ。そんな、実は三島署に収監されていた時に、父親が受け取っていた手紙にも、家は売るな、そこは僕が帰る場所だ。逃亡なんてみっともない真似をするな、と書き、警察官や検察官への不満に満ちていたそうなんだが、それから数ヶ月経っても、M の態度には変化がなかったということらしい。しかし、富士署に誘致されるようになった M について、父親は火災の関係者から、精神鑑定でアスペルガー障害の診断を下された、と知らされたんだ。アスペルガー障害？それって、奈良の放火殺人事件を起こした少年や、佐賀バスジャック事件を起こした少年とかも診断されてた障害よね？それを知った父親は、障害を持った娘をここで突き放してもいいのか、と思い直し、M に面会し、俺はお前を許す。お前を一番憎んでいるのも一番心配しているのも俺だ。罪を認めて治療をして帰ってこい、と声をかけたそうだ。植物状態の愛妻の姿を見舞いに行くたび、見ている父から出た深い言葉ね。それまであくまでも犯行を認めなかった M だが、それを聞いて弁護士との接見の中で、ようやく自らの犯行を認めたんだ。そして、静岡火災沼津支部は少年審判の結果、動機に酌量すべきものはなく、人の命の尊さを軽視する身勝手で悪質なもので、生じた結果も悲惨、としたものの、これまでの堅苦な否認の態度から、非行事実を認めるに至り、不十分だが、内政をはじめ、事故の問題点にも気づきつつある、として、当時の関東医療少年院に送致されたんだ。刑罰ではなく、医療少年院で強制教育を受けるべき、とされたわけね。少年審判でもあり、その後の M の処遇はわからない。しかし、M が医療少年院に収監された当時、父親は、娘がこの家に戻ってくるのは正直恐ろしい。M が心酔していたグレアムも、一度捕まって出所してから、再び毒殺事件を起こしたというし、しかしそれでも M を受け入れるのは、やっぱり私しかいない。殺される覚悟をしてでも受け入れるしかない。とその胸の内を明かしているんだぜ。願わくばその父の気持ちが M に通じるようになっていてほしいわ。